カズレーザーと松陰寺のチルルーム。じゃあまずカズ君のこれからいきましょう。何でしょう。はいあれ入るかな。これ大丈夫かな。はい。人生でたくさん買ってるもの。ほう。なんか、まあ食べ物とか抜きですよ、意外とこれに金かかっちゃってんなってものないですか。あるね、1個ちょっとこれは俺世界大会出れるレベルで買ってるかもしれない。そんなに。なんすか。Bluetooth イヤホン。そういうことです、そういうことです。そうでしょ。俺もうすぐなくすのよ。なくなりますね。そうで俺多分ね、多い時月1ぐらいで買ってた時あるから。でなんか別にそんな今値段も下がってるからついつい買っちゃうじゃないですか。買っちゃう。値段かける個数で考えたらめちゃめちゃ金かかってるもん。ある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 でしょ。俺もう似たようなもんですよ、充電器。そうかそうか。めちゃめちゃなくすじゃないですか。なくすね。なぜか。でも買えちゃうし、もうコンビニで売ってるからまあしゃあねえかって探すことないじゃないですか。でさ、買った後さ出てきたりしない？出てきます。で増えるんだよね。すぐ出てきます。しまった時にはもう出てきます。早いだろ。だったら見つけられるだろ。いやでも見つかんねえんですよ。まあまあわかるわかる。すごくわかる。めちゃめちゃ買ってるなと思って。いやこれみんなそれぞれあるんじゃない？なくしやすいものが人それぞれあると思うんですよ。充電器ってあれでしょ。要はバッテリーってこと？コード。まあコードですね。ACのアダプター、アダプターもスマホのアダプターなんか何回買ったかわかんないしマジで。スマホのあれに関しては壊れるなくす両方あるからね。確かにそうだな。すぐ壊れないですよね。毎日使うもんだから消耗も早いし。早い。でそれこそなんか地方の泊まりのロケとか営業とかが多かった時ってもう毎回なくすんですよ。絶対なくす。でもう覚えてんだよね、ベッドの横のあそこに刺したまんまだとか楽屋のあそこに刺したんだとか。旅行とか遠いに慣れてないからもうその場で充電器を回収するっていう作業がもう体に身についてないから必ずなくすんですよね。新幹線もなくさない？なくします。あそこに刺すじゃん、椅子のとこに。もっとなんかもう絶対に目につくところにしてるよ。そう本当、ここってちょうど本当こう立って出てくとき見ないんだよね。四角なんですよ。四角になってんだよね。もうなんか前の席のもうその首元とかにあればもう絶対目につくんじゃないかなって思うんですけど。わかるわ。マジで何回買ったかわかんない。マジで下手すりゃ100近く買ってるんですよ。でも本当多いと多分そんぐらいだと思う。でもイヤホンは多分10、20は買ってる。年間10いってるね。いや買うんですよね。それが多分エアポッツみたいないいやつだったら多分大事にしそうなもんですけど。それ俺思ったのよ。くこれを話するとさ、その安いもの買うからその1個そのものに対して執着心がなくなるからちゃんと高いの買った方がいいって言ってっていう説ありますね。で1万円のやつ買ったことあるの俺。ちゃんとなくしたよ。そうなんですよ。もう自分の資格だから。あんな多分ね10万のもの買ったってなくすんですよ。なくす。なくしやすいものだから自分のそのいろんななんか神経の中で一番そのここが弱点なんですよ。俺はもうスマホの充電器が弱点なんですよ。映らない体になってるんですよ、目に。だからこの今 Bluetooth もさ俺いまだに首掛けなのね。これはもう絶対これだとなくしちゃうから片方がなくなりますからね。そうそうそう。だからもう絶対首掛けにしてそのまま今でも俺ずっと使ってるの全部なくすね。なくします。どこ行くか分かんない本当に。寝る時に使うじゃないですか。寝る時使う。朝起きたらもうないんですよ。ない。マジでそんなベッドにもないんだよね。ないんですよ俺。そうな、本当にない。初めてこの Bluetooth の案内にもうのケーブルついてない、パカッて開けたら蓋ついてるやつ。うわこれもうめちゃくちゃいいじゃん、このまま寝れんじゃんって。朝起きたら何にもないですよ。何にも。見た？ちゃんと枕の下とか。見ましたよ。見た？なかった。俺分かんない。俺寝てる間に窓開けて捨てたんじゃないか。どこにもないんだから。まあ分かるよ。どこにもないんですよ。ないんだよね。探すとないんだよね。あれでも今だったら分かるんですかね、場所 GPS みたいなので。どうなんだろう。でもなんかあるんじゃない確か。なんかもうボタンを押したらそれと Bluetooth つながるから、場所もある程度わかるんですかね。多分それで出るやつありますよね確か。あるんですかね。ある。でもあったとてもう見つからないと思うんですよ。あってもここに出てるって画面には出てるけど多分ないんだよね。ない見つからない。それぐらいないよね。我々視界には映らないようになってる。なってんだよ。だからもうそれが怖いから高いのも買えない。そうそう。結果無駄がかさむ。かかるな。いやもうまだ家電系が多いのかな。家電は単価が高いですからね。意外と高いから。でもそうやっていろいろ考えてって、トータルむちゃくちゃ金かかってるのって、ビニール傘じゃないですか。ああそうかもしんない。ビニール傘って年間1人1本買うんですって。ああそうかそうか、うんうん、1年間の生産量が1億3000万本ぐらいだから、そうなの？日本人1人1本買うぐらいは作ってるんですって。でまあ買わない人はずっと買わないけど、買う人ってめっちゃ買うじゃないですか。俺めっちゃ買っちゃいますもん、うん、俺もそうだったけど今でも買ってる？買っちゃいますね。俺それね、買わない方法俺思いついた。だから俺ここ2、3年買ってない。びしょ濡れ、びしょ濡れも一つ方法としてはあるけど、そんな体我慢ですよね。我慢も一つあるけど俺はそこは行かなかった。折りたたみ傘って知ってる？うわいやそれ結局それなんですよ。おっしゃいますよね、うん、折りたたみ傘一番なくすんですよ。あれなくす？折りたたみ傘は俺マジでなくすんですよ。だってあれさずっとカバンの中に入れときゃいいじゃん。いやそれが嫌なんです。使った後どうすんの？使った後袋に入れるのがマジで嫌なんです。いやあれも俺めちゃくちゃ嫌だったの。はい、でもちゃんとパン払って、そのひらひらあんじゃん、はい、あれぐちゃぐちゃってやるから入らないのね、はい、あれ1枚ずつこう畳んだことある。こうやってそうそうもう丁寧にそうそう、あれで十二人みたいにそうそうそう綺麗に、はい、であれやった時だけスーッて入るのよ、はい、でも濡れてるじゃないですか。濡れてる。それでなんとなく一回折りたたみ傘使ってたんですけど、うん、それ濡れたまま、まあ、こんな感じかって入れて、うん、バッグ入れてたら、うん、バッグがすげえびしょびしょだったんですよ。絞れてないんだよそっからちょっと折りたたみ傘が嫌いになって雑に扱うんだったら気づいたらない。ああそう。まだ折りたたみ持ってなかったら傘買うだろうね。そうなんですよ。コンビニでしょ。コンビニ700円ぐらいの。そう結構するんですね。結構するんだよね。昔持って安かったなと思ったら意外ともう気づいたらタバコぐらい値段同じペースで上がってるんですね。あれどんどん上がってる。しかもさビニール傘ってさ、俺飲食店でバイトしてたから、はい、お客さんがすげえ忘れんの。忘れていますね。でバックヤード飲食店の傘めちゃめちゃあるんですよね。傘大量にあるよ。駅の忘れ物コーナー、忘れ物市みたいなの毎年あるじゃないですか、うん、傘とんでもない量あるんですよ。あるだろうね。だってみんな基本そこで忘れてるでしょ。電車の中で絶対もう必ず傘ありますもんね、うん、でもそう考えたらさ、うん、なんで電車で忘れるかって言ったらこれがあるからじゃない。これ引っ掛けてそのまんまでしょみんな。そうそうそう。あ絶対そうっすわ。これなんや、これでいいんじゃない。もうそしたらさ倒れるじゃんパターンって。うわマジでそうっすわ。これマジ大発見かも。これがあるから。しかもこれで得したことない、うん、ないし。これ何のためなんだこれ。あれをどっかに引っ掛けるって確かに便利だけど、うん、引っ掛けなきゃ引っ掛けないで別にいいっすもんね。そうだよ。家傘立てた。そう立てるし、引っ掛けるからみんな忘れんじゃん。いやほんとそうっすわ。で一番端の席に座ったここに引っ掛けて、うん、気づいたもんね。そうないでしょ。ここにね、はい、四角になってるから、はい、傘忘れ置き場そうそう。しかもこれ本当そうだ。ここを持たないでしょ刺す時。持たない。こっちずれず。ここをこう持つ人おらんでしょ、はい、こうやん基本。こうですよ。じゃあこれいらないんだやっぱ。あれも確かになんであんな形になってるんですかねだからかける用でしょのせいで不幸な事故。これなもうそもそもの J 型がそうこれいらないんだよ。絶対いらないかもしれない。だって折りたたみ傘これないもん。確かになくていいんですよ。なくていいんだよ。折りたたみ傘にこれが欲しいって言ってるやつあんま聞いたことないっすね。ないよ。だって伝統芸能のこのおめでとうございますの番傘なんかまっすぐですからね。あれまっすぐでしょ。まっすぐだ。あ曲がってたかな。ここあったら多分どっかで竹で曲がってるやつ高い傘あるんですけど、うん、でも曲がってなければ曲がってないで別にいいっすね。いいでしょ、うん、いいかもしれない。だってかける以外になんかある曲がり傘の J のところ。いやかける以外はないんじゃないですか。しかもなんか傘ってあれかけるとこあっても意外と立てかけてスコンって倒れるじゃないですか。倒れる。必ず倒れるじゃないですか。じゃあやっぱこれも別に違うんでしょうね。本当に必要な要素は、うん、立てられることの方が重要ですもんね。そうだから家だとさなんか穴開いてるやつあるとかにスコンって入れるからこれいらない。これいらないですよね。ほらやっぱりうわこれだ。これなんだよ。そしたらみんなちゃんと持つから。やっぱそうなんですかね。だって電車だったらここに端っこの席だったらここやん。でバスだったら大体目の前とかにもあるからかけちゃう。それで忘れちゃう。やっぱそれマジであるかもしれないですね。だから今後この部分をなんか切るしばらく今から生産すると切って新しく生産するともうそれコストがないから切る人がいればいい。なるほどね。これあるから忘れんだよっつって切っちゃいましょう。いいじゃん新しいねそれ。いや盲点でしたね。これがなけりゃいいって、うん、多分誰かがこれがあって便利だって言い始めたわけですよね。そうだから多分それは家とかでかけて置いてる人なんだろうと思うけど、うん、初めて一人暮らしした時って、うん、傘立てって意外と買わないから。買わないね。なんかドアにかけるとかドアにかけちゃうじゃないですか、うん、それの時ぐらいですよね。確か便利なの。でも俺一個あった高校の J の使い道。なんですか？高校の時に自転車乗ってて、はい、自転車をさ、はい、このここの鉄のとこにこうかましてかけたことあったでしょ。あの時は必要。ここのあの真ん中の、うん、なんすかギアのカバーのところにスコンって刺して、うん、この支柱ハンドルのところにこう引っ掛けて、そう、はいはい、それやったじゃん。やってました。あの時ぐらいじゃない。でもあれやると、うん、抜いた時にこう先っぽが むっちゃ黒くなってですねタイヤがなってですね気づいたらああそれぐらいでもそれ確かにね、ほんとそれぐらいですね。じゃない傘いらないんだあれで。だからこれのせいでその今言った飲食店だったりとか、はい、駅の忘れ物コーナーに大量の傘があるわけじゃん。大量に あれどうしてんだろうね。捨ててんのかな。その駅のやつは毎年なんかその忘れ物市みたいなのがあるけど、あそんなのあるんだ。あれ忘れ物ってなんかしばらく置いといたらなんか処分できるんじゃないですかね。法律上どうなってもあるんですけど、確か忘れ物市は毎年やってるんですよ。で傘って必ず出るんですけど、人の忘れた傘って欲しくないんですよね。ああそう。なんか俺いい傘だったらわかるんですけど、うん、ビニールのやつ、ビニールその忘れ物はその持ってっていいよってその店長とか言うから使うじゃないですか。持ってく。忘れた傘100円で買います。まあそうか。でもさピカピカだとしても嫌じゃないですかなんか。まあねわかるけど、はい、例えばさ俺よくこれ、はい、わかんないいいか悪いかわかんないよ、はい、コンビニでさ、はい、晴れてる日に傘刺さってるやん、はい、で中に誰もいない、はい、でお客さんがね、はい、で家に傘のストックもないってなったら、うん、ちょっと欲しいなって思っちゃう。うわもうやってんだやってないけどねやってないけどねパクってんだじゃあこれやってんのねジェスチャーがこれおかしいでしょ。切ってんの切ってんのねなんかない。うわ傘ねえな。雨降ってきた時も、はい、コンビニで傘買おうかな。いやでも高えしな。あれでも傘あったって何本か刺さってるけど、はい、あれお客さんゼロや、はい、ってことはこの傘の所有者いないじゃん、はい、ってなったらちょっとよぎらない。取らないけどね。いや全くないずるいな。人のものを欲しがったことなんかないですよ。いやだから今それこそさループとかってあるじゃん、はい、ありますあります。あれと同じシステムにしたら傘も。いやでも傘ってだから安いものって分かってるから多分買って捨てちゃうんですよ。ループが多分営業始まる前に問題になったのが、うん、いやちゃんと返してくれんの。もともと中国とかレンタサイクルが流行った時に捨てちゃうんですよみんな。乗り捨てみたいな感じでその辺に勝手に放置する。でたまたま日本うまい具合にまた会員システムとかいろいろ成立してるからだと思うんですけど、はいはいはい、傘もサブスクたまにあるんですけど、うん、やっぱ傘もサブスクあんだ。安いやつあったりするんですけど、あとは駅で借りてなんか戻してくれればいいとかあるんですけど、帰ってこないらしいんですよ。あじゃあみんなもう持って帰っちゃうとか。俺沼袋駅住んでたんですけど、沼袋駅に確かね傘貸してくれるんですよ、うん、家まで明日返してくださいみたいな書いてあるんですけど、でもなかなか帰ってこないんじゃないですか、ね、あれ多分忘れ物をただ採用してるだけで基本帰ってこないんですよ。そうかじゃあダメか。そう日本でやっぱ傘って価値が低いものとしてるから簡単に手に入るし、まあ、壊れるしな傘も。そうなんですよ。コンビニの傘って、うん、今2種類ぐらい3種類とか売ってるじゃないですか、うん、一番安いやつすっげえちっちゃくないですか。ちっちゃいちっちゃいし J も細い全体的にちっちゃいんだよね。刺した時収まんないでしょ。全然びしょびしょバッグがびしょびしょだからあーってなってちょっと大きいやつ買うじゃないですか、はいはいはい、あれめっちゃよくできますよね。ちゃんとできてるあれは確かにあれ、ね、全員があれ欲しくないですもんね、うん、だから値段の差だったら絶対高い方買った方がいいよね、うん、長持ちもするし、まあ、せっかくだからこれは大事に使おうっつってなくす、うん、なくそう。あとあれも問題じゃないそのやっぱ似すぎてて、はい、居酒屋とかさ雨降った時みんなで入って、はい、出る時俺の傘がねって言ってる時あるじゃん、ありますで絶対そういう時って、はい、誰か持ってんだよね。持ってます持ってます。あれもやっぱ似すぎてるから、なんかそういうアイデアで警視庁とか警察庁とかみたいな公的な組織っぽいラベル貼っとくとみんな盗まないみたいなのありましたね。ほーなんとかなんとか企画室みたいな書いておくと、うん、なんかおああいいねらしいですよ。テンプラでそれ作ってる。それを貼るための J なんじゃない。見やすいように、うん、だってこの I だったらさ、はい、見えないじゃんやっぱ上から見た時に はい、ここしかないから、はい、ここになんか家紋とか貼っといてもあれでしょ、うん、あだからなんかやっぱり会社のなんかそのね貼るやつシール貼るための J なんじゃない。だとしたらもっとなんか名札みたいにへこみとかつけるそのための J ってなんか言ってる意味よくわかんないですよ。いや J の意味をずっと考えてないけどね。あれはでも初めて意味がないって言った人かもしれないです、うん、ああそうかな、あ、まあ、忘れるためだけにね。いやだからそう買っちゃう話ね、うん、まあ、傘も多いだろうな。そう必要なものだったら多分コンタクトとかもいっぱい買うんですけど、あれ必要なものだから使い捨てだしね。そうそう、うん、やっぱ無駄になってるものあんな。まあ、でも本当に国民のそういうやっぱ傘じゃないか。傘でしょうね。うん、一番上の傘だと思う。めちゃめちゃ傘が忘れられてるでしょうね。でも傘はもう百貨店とか行って高いのあるでしょ、そのブランド品の、はい、あんなはやっぱ忘れないのかな。忘れないかな、うん、あと目立つ、俺めっちゃ赤い傘使ってたんですよいい傘、これマジでいい傘いやもうそれ以上赤貸さねえんだ。めちゃめちゃ赤い傘いや今めっちゃ赤いけど、でも異常に赤い傘使ってたんですよ。異常に赤いって何、鮮明度が高いの。あ、もうビビッとな赤ですし、うん、とってもなんかね、このクリアなんですよほこれはもう誰にも盗まれたことないですね。あ、やっぱそれ手つけづらいよな、まあ、やっぱ明らかに異質なものやっぱ盗まれないです、うんうん、で多分それ忘れ物しても誰のってすぐ分かるんじゃないこんだけ赤いのはカズレーザーじゃないかって確かにその時は忘れてるよってみんな言ってくれましたね。ああ、ほらやっぱそうだよねあ、そういうのはいいのかな。だから異常な傘は忘れないですね。確かにそのでやっぱ取りづらいしね、はい、うん、いや、なるほど。変な傘の方がやっぱ忘れないんだな。でもさ、俺も傘でちょっと話だいぶそれちゃってるけど、うん、傘ってマジで変わんなくない？形もう進化がしないものの代表って言われてるよね。なんかたまになんかこのリュックからピュッて出てくるやつとかさ、出てくるやつ、はい、なんかあれもやっぱ流行んないよね。あと上から見たら丸じゃない歪んだ傘とかなんですよね。おうおうおう、そう、ちょっと楕円形みたいな、だから、はい、あの濡れづらいみたいな。あ、なるほど。それたまに出てくるんですけど、うん、なかなか流行んないですよね。だからもう傘の進化の余地はもう J をなくすだけだよ。もうそこかもしれないです、ね、マジであとはもう、うん、そうですね、本当に、ね、もう傘があの形を進化する前に雨降んないような世の中になるかもしれないです。ああ、もう別に、うん、大きいドーム作っちゃうとか、いくらでもそっちに行きそうな気がしますね。傘な、忘れられてる。忘れる傘1億個も作って忘れてんだもんな、みんな。そうだよね。あ、だから1億個も忘れられてなきゃ毎年買わないわけですもんね。買わない。それぐらいやっぱり急に多分これからの季節また売れるんじゃない。いや、売れるでしょう ね。ゲリラ豪雨とか増えてきてるし。だから傘売れるのに傘ってあんま新規参入する会社ないですよねいや、もう勝てないんじゃないやっぱりだってあの高い方の傘めちゃめちゃクオリティ高いからもうそっちしかないのかななんか意外と抜け道ないのかな、売れる傘。まあねえか、毎年新しいの生まれてこんだけ定着しないんだから、もう無理なんですかね。刺さない人とかもいるじゃん。いますね。うん、めんどくさいから。あれイギリス人だっけ、刺さないの。刺さない、なんでなのあれ。いや、もう雨が多すぎるからじゃないですか。いちいち刺してらんねえと、うんって言いますよね。イギリスで確か傘刺さないっていう、帽子となんかね、フロックコートみたいなやつですね。なんかあとそのタレントさんが移動するときに刺してくれる人いるじゃん。います。あれやめてほしいんだよ。やめてほしい。マジで嫌じゃないあれ。すっげえ嫌です。だってあんた濡れてるやんっていう。はい。めっちゃ嫌です。なんかこの前CM 撮影やったんですけど、もうむっちゃ刺してくれるんですよ。恥ずかしい。恥ずかしいよねあれ。恥ずかしいです。そう。なんかそのもうロケバス出てくる時に、もう一瞬たりとも濡れさせまいとスタンバってんだよね。あともう一個言いたいのは、人に刺してもらった傘って濡れる。めっちゃ濡れる。分かんないもんねそのさじ加減ね。自分で刺しても濡れるのに、人からこのセンターがずれた傘ってめっちゃ濡れる。でこうやっぱこう垂直にさ、こういけないからさ、ちょっと斜めるとさ、ベタ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 垂れてくんだよね。あれはなくていいね。なくていいですね。自分で刺します。全然なくて。大人なんで。自分で刺せますから。はい。はい。ありがとうございます。いい感じの本数で面白いね。では次はじゃあ松陰寺君。はいはい、これで、はい、あ、ちょっと待ってください。本当書いてある。はい、これは私ですね。飛行機、空飛ぶ鉄の塊。そう、鉄の塊。これにこの前初めて6ヶ月の娘を連れて乗ったんですよ。え、お一人で？嫁と3人で。あ、初めて子供が一人。子供が初めて飛行機に乗せたのね。初めてのお使い的に一人乗っけた。そう、無理だ6ヶ月で。いや、わかんないですけど、いけるのか。まだ席もないんだから6ヶ月なんだから。そうなの。ただでね、無料でお子さん乗れるんだけど、その公共機関でまだその6ヶ月の子供乗せるってどんな感じなんだろうと思って。気圧差とかですごい泣くっていう。そう言うのよ。でやっぱそれやっぱ皆さんもね、お客さん乗ってるし、迷惑かけちゃいけねえし。なんか別に全然だと思わないですけど、なんか気遣いそう。こっちが気遣うから、はい、だから作戦としては、もう散々泣かして飛行機乗る前に、はい、で泣くとやっぱお腹すくから、はい、でそこでミルク飲まして、はい、ね、お腹もいっぱい、もう疲れた、はい、はい、もう寝ますの状態を、速やか打たれよそんなことしません。その自然なね。あ、そうか、消気ガス。違う。消気ガスもやんないのよ。そう、自然に満腹、すべてを満たされた状態で寝かしつけてから乗れば1時間半ぐらいだったんだけど、うん、あの山口に帰るまで、なんとか行けるやろうと思って。まあ1時間ならもう行けそうですけどね。そう。で、試してみたんだけど、うん、山口にね、羽田から行く時って、うん、その羽田空港のメインと言われる滑走路を使えないのよ。そうですね。便数が少ないから、はい、バスに乗ってちょい離れてるんですよね。そう、離れてるとこ行くのよ、そのバスでギャン泣きしだして、うわ、計画丸つぶれよ。でもそこでね、泣き疲れればいいんじゃないですか。いや、でもそのもう一旦寝に入っての、起きちゃった時の泣きは、もう不快なのよ。なるほど。もう眠いのに、なんてことしてくれてんだよ、うわー泣き出して。消気ガスだ。やらないの持ってない。強すぎるよ、濃度が。しかないでしょ。どんだけ強いの持ってるのよ。いや、他に方法あるんですか。だって、いやでもないけど、いや、うわー、そっか、バスでしかも揺れるし、エンジン音もあるから、もうそこで泣き出しちゃってしょうがないから、もう飛行機乗せたんだけど、今ちょっと飛行機の前の方の席ってちょっとクラスが高いのあるんでしょ。ありますね。あそこは広いし座ろうかなと思ったんだけど、なんかやっぱりそこを使って子供を乗せてるほどの贅沢まだしちゃいけねえなと思って。ああ、そうですか。その方だっていいんじゃないですか。子供だって広い。いや、そうなんだけど、いや、まあなんかそのこいつら贅沢やなって思われるのも嫌だし。ああ、なるほど。外の目が。そう、外。こいつら、うわ、成金かよ。そう、それも嫌だったから。で、その目泣いてんじゃねえか。目立っちゃうしね。消気ガス。それやらないのよ。持ってないから。あ、そうなんですか。で、後ろの普通に一般席座って、離陸バーってするんだけど、もうそういう時どうするんですか。もう抱いてていいんですか。もう抱いてていい。もうしょうがない。なるほど。自分大人もこうでシートベルト締めて、でこうやってやってんだけどさ、ギャンギャン泣いて。頼むから泣き止んでくれと思って、でブーンつっていくんだけどさ、周りの人もさ、日本人優しいね。誰も冷たい目で見ない。まあ、そういうもんだと思って受け入れてくれて、そうでグオーっつって飛行機バーって結構最初 G かかるじゃん。そこもギャンギャン泣くんだけど、安定した瞬間ふっと寝だしてさ、空の上で寝るんだと思ってちゃんと。だから一回怖い思いした後安心するとやっぱ寝るんじゃないですか。やっぱ怖かったのかな。だって今までに知らない刺激がいっぱいあるわけじゃないですか。音も知らない、揺れ方も知らない、なんだこれ。でその後安定したら、あ、大丈夫だったんだ。そう、スッて寝て助かったと思って。でその後なんかそのサービスが来るじゃん。ジュースいかがですか。それをもらいつつ、で山口だからもう割とすぐ着陸体制に入るの。その瞬間また泣き出してさ、やっぱそうなんだ。G 分かるんだと思って。いや、やっぱ体験してないから慣れてないんじゃないですか。そうなのか。危険だと思うんですよ、本能的に。いや、だから初めて、飛行機に子供を乗せたんだけど、大人が気使って疲れちゃったね、結局。ああ、なるほど。だそれでも寝させ方としてすごい利用できそうですね。どういうこと？いや、家の中でだから G をかけてその後落ち着かせれば。家の中で飛行機と同様の G どうやってかけるの？だからお子さんがこのわかんないですけど、ベビーベッドみたいな、そのゆりかごみたいな、それに紐つけてうわーって回して G かけた後一回置けば多分これ泣くでしょ。だから最初うわーって回して、そんなことしなくても安全なやつですよ。安全なやつなんてないんだよ。こんな回してんのに安全なやつないんだよ。すごいしっかりしたやつ、もう頑丈な LRP とかで作られてます。どこで作ってんだよ。うわーって回してギャーって泣くじゃないですか。ゆっくり止めてってして置いたら、いやでもそんなわけねえだろって言うけど、多分泣き止むよそれ。泣き止む。いけると思う。確かにその理屈は合ってるかもしれない。マジで売れんじゃないですか。え、発売したら子供の今いろいろあるよ。子供用のハンマー。投げてブロイスさんタイプのね。うわーって回して子供がギャーって泣いて泣き始めたらパッて掴んでゆっくり置くと。いや、もっとあるよ簡単なやつ。だったらこっちの方がいいわ。いや、危ないじゃないですか。最近から癖にはならないから。じゃあ最後、じゃあこのカプセルの中に消気ガスも流すことはできるでしょ。で投げてどっちもいけんの。まだ泣き止めたらやめなさい、そんなことする。だからね、俺思ったのがさ、そのなんでそんな遠くから行かなきゃいけないんだろうと思って、本数が少ないからって隅っこに追いやられるの嫌じゃない、なんか。いや、それはしょうがないでしょ。じゃあ真ん中に置かれてもみんなが迷惑じゃないですか。いや、だからそのじゃあ沖縄とか福岡だと粒がもちろん、ね、多いですよ。山口は端っこでしょ。だから瓶が少ないんですから、うん、もう滑走の数4本って限られてるし、うん、そこにね使える本数も離着陸数は限られてるわけですから。なんかあれ理不尽だなと思って。山口県新山口空港でしたっけ。宇部空港と錦帯橋空港。山口錦帯橋空港この前行ったんですよ。あ、行った。ほんほん。めっちゃ遠いですね。遠いでしょ羽田からそうそう、めっちゃ遠いです、ね、バス乗ったでしょ。バス乗りました。そう、あれはさ、普通にマネージャーがそのバスに乗る時間把握してなくて、うん、乗り遅れましたもん。そうでしょ。だからあれ知らないと遅れるよね、はいはい、だから飛行機ってさ基本その出発の何分前とかあるじゃん、はいはいはい、だいたい30分30分とか20分とかありますよね。でも30分20分だと山口危ないよね。そうギリギリ全然間に合わなかった。そう間に合わなかった。それでだから言われて「おい大丈夫かこれ」みたいな。だからそういう意味だと空港って中もすごい歩くじゃん、はい、で動く歩道っていうのありますね。あれも多そうない？いやでもあれが限界なんですよ。もっと早くできるじゃん。起きた瞬間バーンっていくじゃないですか。いやだからそのなんか降りる時、はい、こうちょっと小走りで降りれば、はいはい、トン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 ぐらいでいけばさ、はい、急に止まるからみんな転ぶわけでしょ。まあまあそうですね。動くほどもっと早くできないのかな。なんかアイデアとして昔から言われてるのが、うん、遅い動くほど、うん、横にちょい遅い動くほど普通動くほど、うん、早い動くほどみたいなってこう渡るシステムみたいなの昔から言われてるアイデアである。それ俺なんかでも聞いたことある、はあ、それ全国に張り巡らせればさ。そう山手線それでだからやればねえ。それダメなんかね。危ないんかな。まあどうなんですかね。真ん中でも早いところでこけて、うん、まあ、でもそのスペースの中では別に動いてないと一緒だから。そう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 。徐々に徐々にでしょ、はい、でもそれこけた瞬間横に出ちゃったらもうやばいですよね。危ないね。はみ出たらもう、はい、ピューンだからもう一気に持ってかれちゃう。バコンって持ってかれる、ね、空港の歩道もちょっと早くしてほしいなっていうの。でも山口が発展すればいいんじゃないですか。いや山口、いやでも結構飛行機は乗ってたよ。飛行機も人多いのよ。本数少ないから。本数少ないからそういうことですよ。いやなんか不利だなと思ってさ山口行ったら結構空港周り暗かったですね。あ、そう山口その錦帯橋空港暗かったですね。そう米軍基地のね、そう一緒になってですよね。そう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 。だからなかなかアクセスも良くないんだけど、なんかせっかく飛行機でスッと行けるやと思ったら割と時間食っちゃうからさ。でもまあでもそっか、なかなか増えないでしょ。増えないか。いやもうそれかじゃあ自家用飛行機買える。いや無理だよそんなの。自家用飛行機買ってそこまで行けんの？空路ってそんな自由な？あ確かにどうなってんすかねあれね。なんか調布とかに飛行場あるじゃん。調布飛行場ありますよ。あれ調布飛行場からうん、南の方小笠原の方とか出てますよね。あそっちは出てるんだ。調布飛行場確かそっちだったっけ。そのなんか飛行機ってきっと空路とかあるでしょ。ありますあります。で道路も道路ってあるじゃん。あります。なんか自家用ジェットとかヘリとか持ったらどうすんだろう。届け出とかいるのか。いるんじゃないですか。この日空港使えますかみたいなことじゃないですか。でこの空通りますよみたいな、はあ、だそうなってくると自家用ヘリをまず空港に置いとかなきゃいけないですよね。そうなんです。だからそこで駐車場代っていうのかな、ハンガー代っていうかねあそこに格納庫に入れとくわけ。そうそうそういう、まあ、それお金めちゃくちゃかかるだろう。かかりそうですね。でもそれをクリアできれば本当に自由に行けるのかな。行けんじゃないですか。海外にも行けるわけですよね。なんか最近テレビとかでもなんか飛べるやつとか出てきてるよね。ああありますね。リュック背負って、はい、あれ夢あるよね。あれで山口まですげえ大変だ。いや最初は子供大事泣き出すでしょ。絶対泣くでしょ。最初はちょっと八王子ぐらいにしとくよ俺だって八王子でジェットバックで行く仕事って何なんですか中央線で行けや絶対行けだわそう、ね、すぐ行けるけど座ってられない。これで山口は無理だろ。プシューでいや八王子でもまあまあ無理ですそうから子供泣きますよジェットバックで運んだら、まあ、あれこそうるさいもんね。めちゃめちゃうるさいでしょあれ。あれもやってみたいよね。やってみたいですね。なんかジェットバック、それこそロサンゼルスオリンピックとかね、成果をね、言ってた言ってた。あれ作った発明家同士めっちゃ揉めてなんか事件になって、あれ生産とか止まってんですよね。あ、そうなんだ。そうなんか権利をめぐって、うん、本当骨肉の争い繰り広げた話しましたけどね。あれそこはワンチームでやってよせっかくいいもの作ったんだから今だったらもっと作れるのかな。それこそ大阪万博で、ね、空飛ぶタクシーみたいなあるよね。あるじゃないですか。いやだから飛行機とかも概念変わってくるんじゃないその近未来、うん、飛行機も変わってないもんねずっと。いや飛行機はどんどん進化してます。あ、そうなの。いろんな形ちょっとずつ形は変わってますけど、うん、でも人数とか重さをかける距離で考えたら今の形とか今のシステムが一番ちょうどいいんじゃないですか、あのボーイング的なやつ、はい、お昔はねなんかジャンボジェットみたいなでかいのってもう今あんま作んないですよね。確かにないね。エアバスの2階建てとかももうそんな作ってないですよ。え、2階建ての飛行機なんてあったの？全然ありますあります。エアバスはまだあるからでかいやつ。乗ったことない俺それ。多分海外向けなんじゃないですか。国際線じゃないですかね。エアバスの A380 とかそんな感じの名前だった気が。そうなんだ。かっこいいやつある。でかいのも飛ぶの？そんな鉄の塊。飛びますよそれは。はあ。あれなんか何ですか昔あったコンコルドでしたっけ？コンコルド。マッハ2とかで。そんな出るやつあるの？ロンドン。ニューヨーク間をなんか2時間とか3時間で結んでた。へえ。そうめっちゃマッハ2とか3とかすっげえ速いんですけど、うん、高いとこ飛ぶんですよ、うん、そうするとその速さでオゾン層を削るから良くないとか、うん、あとはコストがかかりすぎるとか燃費もあんま良くないからって結局今なくなっちゃいましたけど。へえ。俺この前そうだテレビでやったわ、なんかその海外に行くのも、はい、一回大気圏出ちゃうやつ。ああはいはい。めちゃくちゃ速いんでしょあれ、はい、シューンこういうやつでしょ、はい、これが超速いですからね上、はい、1回だから加速の時超速いです。で1回止まるんですか。俺それ思ったんだけど、はい、椅子の向きどうすんだろうと思って。ああいやこっち向きなんじゃない。上なのかな。ロケットの時そうですもんね上向いてますもんね。でもさこうだったらさ、はい、こうかこうしかもうなくない。この時やばいっすね。じゃあその時は逆になるんじゃないですか。でもこう行くじゃん、はい、ここの時だけ椅子がまっすぐなるってこと。もうそうじゃないですか。こう操作できるじゃないですかジャイロみたいな感じで。あ、なるほどね、はい、それだったらいいけど今のロケットってこう打ち上げるじゃないですか、うん、まあ落下段階に入った時にこうなってこう落ちてきますから。え、もう一回やってもう一回やって。ロケットプシューンと打ち上げるじゃないですか、うん、落下に、うん、もうこういっちゃうじゃないですか普通は、うんうん、落下しますってなったらキューってなって下からこう落ちてくる、うん、そうなの。そうです。イーロン・マスクがやってるスペース X のロケットとかってバシューンって打ち上げて上空でなんか外したとこってこう降りてくるんですよ。垂直飛びみたいなもんか。そうそうです。はこうやってこう降りてくるんですよめっちゃ綺麗に。そうなんだ。でしかも陸上からじゃなくていいです。今海外になんか打ち上げ施設みたいなのを浮かべて、うん、そこから打ち上げて戻ってくるから誰にも迷惑かけないみたいな。へえ面白い。そうあそうなんだ。なんか自家用ロケットとか買えるんですかね将来。どうなんだろう。月に宇宙旅行も行けるんですよね確か。宇宙にはちょっとの間滞在できます、うん、頑張れば全然。自分でロケット今それこそ ISS か、うん国際宇宙ステーションに滞在するのとかめっちゃお金かかるんですよ。あと月行くのも金かかるんですけど、ちょっと前はあんま宇宙に行く人いなかったから今より安かったらしいんですよね。あそうなんだ。人気だから高いです。あそれで高くなってるの。ロケット高くなってロケット打ち上げる費用は安くなってきてるのにだって人気だから高くなってるらしいですよ。だからやればやるほどコストは下がってくるって言うじゃん、はい、でも人気で上がってきちゃってんだ。単純に行きたい金持ちが多いらしいですよ。そうなんだ、まあ、行ってみたいよね。でもなんか行ってみたいですよね。行ってみたいね。行って行くもんじゃないよって言いたいですもんね。ああ言いたいな行ったことあるけどまあまあ一回行きゃいいよって言いたい。十分全然いやもう箱根の方がいいよ言いたいですよねでも俺そうだあれ VR で船外作業の体験やったの。ゴーグルかけて宇宙ステーションで。わかっけえ。怖いよあれ本当に無重力だからポンってこう動く動作する、はいはい、で支えるものが何もないとそのまま宇宙の彼方に消えてくのでもうどうにもなんないわけですよ。そうでピーってなってある程度のところまで越えてくと、はい、一回真っ暗になってもう一回最初のところに戻るのね。ゲームオーバーみたいな。ゲームオーバー。それって宇宙ってマリオの裏面みたいにこう戻ってくるいや一周するじゃなくてそのバグで裏行けるとこじゃないじゃなくてちゃんと真っ暗になって、もう一回こっから出ようってなんだけど怖いねあれ。だからめちゃめちゃ怖いじゃないですか。船外活動やってみたけどちゃんと繋がってないと無理だあれ。そうですもうそうですね、うん、話したらもう終わりですからね。終わり。でもね綺麗だったよ。やっぱ宇宙だと空気がないから、うん、暗いところと明るいところの差がめっちゃ激しいんですよね。そこが綺麗に見える。やっぱ太陽とかも本当にパーって差し込んでて。でももうあれバイザーがもう超濃いサングラスなわけじゃないですか。あそうか。光がすげえですからね。あこれもう強いやつ。そう普通のだってガラスとかで見たらもう目焼けちゃう。あそっかそっか。光強いから。あれ面白かったやってみたら。うわいいなそういうのやってみたいですね宇宙、うん、宇宙は行ってみたいですねやっぱ。無重力いいよね。いやめちゃくちゃ憧れますよ宇宙飛行士って、うん、なんかやってるよよく船内でさ、はい、水こう垂らしてどうなると思います野口さんがやってたやつ。野口さんに YouTube 俺めっちゃ見てましたもん。あ俺も見てた見てた。すっげえ楽しい。で何やりたい宇宙で。宇宙で、うん、うわーなんだろう。無重力の中でやりたいこと、うんうんやでもなんかボクシングやったら楽しそうじゃないですか。ボクシングどうなの？殴ろうとしてもこう捕まらんくらいからうまく殴れないみたいになるじゃないですか。だからもうラウンド1ファイって言って、はい、最初グラブをポンって合わせただけでなるわけですね。はい、試合なんでじゃん。なんでまあでもロープで跳ね返ってきてもう一回やってみたいな。ああ面白そうだね。宇宙でやったら楽しそうだな。じゃせっかく宇宙行ってね、オスロとかやりたくないですもんね。いややりたくない。もったいないよね。多分収まりなんだろうしね。ちゃんと。なんだろう宇宙。宇宙だから水をこうやって出すと丸くなるんですよね。ああそう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 。めっちゃでっかい丸作ってその中になんかたくさんの金魚とか放してみたいです。どう泳ぐんですかね。確かに。しかもそれ出ちゃったらどうするんだろう。まあ、出づらくはなってんじゃないですか、ね、出づらいのか。だって金魚って普通に水面から出ようとしないじゃないですか。水の中にいようとするから多分中には行こうとすると思うんですけど、それこそなんだサバとかイワシの大群あるじゃないですか。でっかい宇宙ステーションみたいな中無重力の中にでっかい水の塊作って、うんうん、イワシの大群流したらあれちゃんとああいうか、ね、なんかよくさインテリアショップでないそういうなんかオブジェみたいなわーって動いたやつ、あれの実物のやつだ。なるんですかね。イワシってあれ多分重力があるから上下考えるわけじゃないですか。バラバラにならないのかな。なるんですかね。どうなんだろう。スイミーとかもそうでしょ。そうスイミーもだからうまく作れないんじゃないですか。僕が目になるよっつってえどこですかね。重力だとみんなどっち行きますみたいなうまい具合に取れないんじゃないですか。なんだっけでもカエルかなんかの交尾やったんだっけ。ああなんかやってそうね。なんか、はい、それなんか見たら成功したみたいな。なんかへだから生命は一応おねなんていうの繁栄はできるんだよね。あと重力がないところで花を育てるとどっちに根は張るのかみたいな実験やってましたね。結局どうなったか結果忘れてたな。あんま実は重力とあんま関係ない方に進むみたいな感じだったような気がするんですけど。でもああいうとこでやってみたいことキリがねえな。そうなってきたらいやキリないですよ。お酒とかもなんだろうどうすんだろうな。ビールとかも丸にしたくない。でもどこに泡できんだろう。ああプシュってやったら圧力だからこうやって出るわけですよね、うん、出たやつがでもパタ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 って丸がいっぱい散らばるじゃないですか。でもあれじゃない最終的にビールも丸にしたら外全部泡なんじゃない。白あ周りに泡になりそうですね。確かに、うん、そう真っ白になるわ。そうだ外に出るから圧力で、うん、ああ真っ白いやつ真っ白ね白ボールや。おいしくなそうですね。泡しか出てない。全然泡じゃない。全然泡じゃない。なんのかな。うわやっぱ宇宙楽しそうですね。楽しいよな。やってみたいな。宇宙やっぱたまに野口聡一さんとお仕事させてもらえるんですけど、やっぱ宇宙飛行士ってめっちゃかっこいいですね。憧れますね。なんかどうなのその全て宇宙を見てきた人は地球上で起きることに対してやっぱり一歩余裕というか。な感じますよね。あるよね。何が起きても、もうどんなことが起きてももう平気というか平気になんなきゃいけないっていうメンタルというか。それこそアポロ13号って、うん、打ち上げられた後トラブルがあって、うん、もう絶対に帰ってこれないみたいな状況だったんですけど、3人がもう協力して何とかして地球に戻ってきたみたいな、うん、映画になったんですけど、もう絶対無理じゃないですか。すごいだってあの人たちってなんか政治なんだろう仕事も変えてんだよね。なんか牧師さんになった人とかいろいろ会社立てて大成功したけど、やっぱ一個外れてるからすごいんでしょうね。なんか俺覚えてるのがさ、宇宙から帰ってきた人、はい、立てないんだよね最初。そうそう重力がしばらくいるとやっぱ足の筋肉がどんどん痩せちゃうから立てない。立てなんかもううーってなってて、はい、あんなになっちゃうんだと思って。はい、そう宇宙から帰ってきた人あるあるみたいのがあって、宇宙って重力がないから物が落ちるって感覚がまずなくなるんですよ。へー。だから飯食うじゃないですか、うん、まずまあこういう飯の食い方できないですけど、うん、食べた後、うん、何か物を取ろうとしたら、うん、パッて手離してこうやって取るんですよ。ここにあるから、フォークとかスプーンとか離してこう取ったりとからしいんですよ。それが地球に帰ってくると食べててカリンと落とすからそんなんだ。ペンとかでメモ書きするじゃないですか、うん、調査してるから、うん、書いたら何かやるときにパッて離したらここにずっとあるから持ってきてまたこうやるんですけど、普通に帰ってきて、うん、宇宙で大変なことありましたか、うん、いやあれ大変だったんだよその時ねこうでこうでこうでパリンってめっちゃ落としちゃう。面白い。全然治らないらしい。それが癖になって。あ、そうなんだ。だって上も下も左右もないわけだからさ、はい、要は飛行船の中で一応上下があるだけで、それだけでバランス感覚取ってるでしょ。ルールを決めてるだけですからね。はあ、すごいね。宇宙すげえですよ。最初に宇宙に行った人とかって怖くなかったのかな。いや怖い。ガガーリンめっちゃ怖いでしょ。ガガーリンが最初に行ったんだよ。ガガーリンですよ。ソ連ソビエト。超怖かったんじゃないですか。ね。だ何回も失敗してる人とか多分公表されてないだけで絶対いそうじゃないですか。だってずっと果てをまだ行ってる人がいるだろうね。あ、まあそっか、失敗しちゃって軌道外れちゃったら、うん、まあガガーリンはその周回軌道はしてるのか。でも外れちゃったらもう帰ってこない。でそれが今、まあそれは陰謀論みたいになっちゃいますけど、全部が公表されてるかとか分かんない。分かんない。でその人がどっかの惑星の人に見つかって、ああ俺たちも見つけられてるかもしれないしな。ああジャミラと一緒だ。ジャミラそんな話なんだけど、ジャミラってあのロケットで打ち上げられて水のない惑星に不時着してずっと助け待ってたけど助けに来てくんねえから復讐しに行くみたいな。だからもともと人間なんだよね。そうそう人間ジャミラ。1979年生まれとかなんです確か。そうなんでよく覚えてんだ。ジャミラ。水のない惑星にずっといたらこうなっちゃうんですね。なっちゃうんだよ。肩なくなっちゃうんだよ。肩なくなるんだよ。肩いらないんだよ。で火吐くようになるんだ。バーって口から。怖い。それは円谷さんが決めたことだったけどね。宇宙いいな。ちょっと飛行機からだいぶ話それちゃったけどね。でも子供を、はい、とりあえず子供を泣き止ませる、うん、あのハンマー投げっぽいアイテムはちょっとミキハウスさんとかからないからそんな赤ちゃん本部でコラボして作ったら急激な G 与えとその後ふわーで泣き止みますよじゃない。急激な G とふわーで赤ちゃんが泣き止む。誰がやんだよその CM。 いややってくださいよ。俺かい。でシュウペイさんとクラブで泣き止みまーす。あいついいバーターだなあいつ。いいじゃないですか。はいはい、次はですね、まあ、リクエストちょっと言ってきますかね。なんでしょう。こういうのでちょっと喋ってほしい。なんだ。あ、まああの関西で生活された経験の話とか、西。まあまあその大阪乗りというか。西か。関西。関西縁はある。大学の時4年間京都いました、ね。あ、そうなんだ。俺も一緒、学生の時大阪いた。そうそうそう。その何年ぐらいいました？2年だね。なんか別にそんなにだから大学の時に行って基本がキャンパス周り、大学周りだから、うん、そんなに関西のことよくわかんないというか。それは埼玉から京都行ったってことでしょ。それまず喋り方とかって変わった？あのね、関西弁はめっちゃ映りますね。映るよね。めちゃめちゃ映りますね。俺も映ったもん。てか映らないとなんかやりづらい。そうなの。なんかそれだけで輪に入れない空気あるよね。いやそうなんです。これ、うん、あの関西弁になってるじゃんって言われる。うん、あ関西弁なっとるやんけみたいなこと言われるじゃないですか。いやしないとなんかもうそうなのよ。受け入れないじゃないですか。そうそうそう。すげえわかる。感じしますけどね。うん、だから俺も山口から関西行ったけど、すぐ関西弁にしたもんやっぱり。なんかしといた方がいいのかなというか、楽というか。なんだろうね。でも喋ったら喋ったらエセやなとか言われちゃうんだけどさ、ただね山口弁で行くよりはマシかなっていうマナーでこっちもやってるわけだから。もともと方言を持ってる、多分九州とかのきつい方言を持ってると多分平気なんでしょうけど。埼玉も田舎だから方言あるんですけど、弱方言だから。そうなの。京都は京都とかの方の京都もでもそうか、方言度数とかは言わないでしょ。言わない。それなんか微妙に違うんですよね、関西と。関西に住んでる人はそれは滋賀の言い方やなとか変なマウント取ってくるけど、知らねえよそんなの。そう関西のイメージがやっぱあんまりそんなに体験できてないですね、西っぽいことを。まあね、なんかその何年もいたわけじゃないから、もう一瞬なんだけど、ただやっぱりね、一個思ったのは、はい、関西にいて東京に来た時にその冷たって思っちゃった東京の人。なんかもうこれバイト先の上司なんだけど、はい、関西の先輩とかはさ、もう結構上から来んだよ。お前なんでそんなもんできへんねん。お茶かこれこうやったらええねんよ。ほなちょっとお前甘金食いに行けや。なんでやねんみたいな、この怒りとコミュニケーションが全部一緒になってんだよ。最後のなんでやねんいります。いやなんか俺がなんか言ったよそれ。とんでもないな。偏見。口が強すぎるでしょ。ね、お前言うてへんからよ。甘金いけよお前。あほかこれ直してやないかみたいな。そのね全部一緒くたでやってくれるんだけど、東京の飲食店で最初働いた時にさ、もう店長クラスの人が俺に何かものを教えるときに敬語なのよ。あ、それ洗わなくて大丈夫ですみたいな。はい、でも俺なんでこの人に今敬語を使われてんだろうみたいな。はい、それが最初すごく違和感があったね。でまあその後ちゃんと仲良くなれば、はい、その人情とかもしっかりみんなあるんだけど、最初のファーストコンタクトの取り方は関西やっぱ異常だよなと思った。なるほど。まあ距離感は近いかもしれない。近い。最初の距離感が近い。あとはでもそんなに違い俺感じたことないかな。うん、そんななんですよ。そのまあ言ったら山口とか、埼玉の端っこの田舎の方、マジで田舎の方って考えると、その東京に行くのも関西大阪に行くのもどっちもその地元より都会に行くことじゃないですか。はいはいはい、そうね、あんまり変わんないというかそうねそうなのよ憧れなのよやっぱり。今東京住んでるけど、うん、東京代表でもないから、ね、そうそうそうどっちもそのどっちもよそに住んでるからそう、ね、あんまりね差が分かんないんですよね、うん、東京に別に慣れてるわけでもないし、うんうんうん、ただ関西の仕事がやっぱあんまないからあっちで仕事するとやっぱ違うもんですかね。でも俺そうだ大阪で番組やってるけど、はい、すごく飲み会多い。へえ、やっぱ好きなんだろうねあっちの人。はで俺も好きだからさ、はい、すごくやっぱりスタッフさんと距離が近くなるのは関西の方が多いかもしれない。飲み会なんてあるんですね。うん、なんか飯行きましょうっつって番組の後ですか。番組の後もあったし、だからその大阪まで2時間半ぐらい、2時間、うん、で2時間半ぐらいだな、2時間で収録が1時間でしょ、うん、でその後収録1時間短いでその後お食事会あるとさほとんど飯食いに行ってるじゃないですかそうなのよでもそれいいっすかね。で向こうの人もそれでいいっていうか楽しいから全然いいっすよみたいな言ってくれてるんだけど、ね、めちゃくちゃいい。それ泊まりっすか。泊まりの時もある、うん、めちゃくちゃいいっすね、うん、まあでもほんと日帰りが多いけど楽しいよ。いいなそれいいっすね、うん、そういう泊まりの仕事だから大阪の仕事が1個あるんですけど、うん、それ前乗りで朝早い仕事からすぐ帰ってきちゃうから、うん、なんかあんまり夜ご飯とか食べに行けないんですよねスタッフさんとも、はい、そうかそうか。あと向こうになんかその同業者の知り合いがもっといりゃ、うん、吉本の人羨ましいなって思う。あ、まあそうね、どっちにも多分ネットワークあるだろうしね。高橋さんとかなんか大阪仕事だから前乗りする時もなんか向こうの後輩呼ぶとか、うんうんうん、全然やっぱ知り合いいないですもんね向こうに。いないそうね、仲のいい人は顔見知りって「あおはようございます」ぐらいはいるけど、なんかじゃあ行こうみたいな人なかなかいないですよね。なんかそうね、うん、作りづらいというか、そうしょっちゅう入るわけじゃないからさ、うん、でなんか仲良くなり始めた西の人って、うん、結果東京に来ちゃうから、うん、そうかそうか進出してきちゃうし、ね、そうなんですよね、うん、みんなこっち来ちゃうからまたいなくなるっていうでもどうだろう、お笑いとかはやっぱり強いじゃない関西の。ああまあそうですね、うん、どうなん今変わんないのかな、強いかなやっぱ。なんか芸人はそうでもないけど、はい、笑いに関しては大阪の方が分かってんで感はあるじゃん。純度は高いんじゃないですか、その老舗じゃないですか。そうで、はい、俺らも M-1 出た後大阪とかに行く時にすごく不安だったの。お前らの漫才なんかあんな漫才ちゃうわみたいな、はい、標準語の漫才気持ち悪いわって思われるのかなと思って行ったら、うん、意外とウェルカムなんだよね。そんなこともないんだよだから。あまあそんなことないんじゃないですかさすがに、うん、もう多分。でもそういうのなんか聞いたことない、なんか大阪の人は東京じゃ笑わへんみたいな。なんかそれこそ上の世代の人がよく言ってたのが、うん、もう標準語で喋りだしたら無理だみたいな。何でしたっけあの爆笑ブーイングでしたっけ。なんかそれこそボキャブラ世代の人が出てた番組はネタ見せ番組みたいなのが向こうであったんだけど、でお客さん投票、お客さんがなんか手を挙げたら終わるのかなほうほうほうみたいな感じだったと思うんですけど、ほうほうほう、なんか標準語だともう絶対ウケないみたいな、すぐ手上がるみたいなこと誰が昔言ってたような気がしますけどね。まあでも今はもうそれはもう感じないよね、うん、ないんじゃないですか、ね、別にその東京だから大阪だからとかもうどこの地域だからっていうのはどんどんなくなってるじゃないですか、うん、なくなってるね。どこにでも仕事できるようになってるから、うんうんうん。あ関西のイメージか。なんか嫌いなところある関西のこれやだなみたいな。いや声が大きいでかいな。飲食店とか来ても声が大きいかなとはちょっと思いますね。そうちょっと思いますね声確かに。いやまあそうかそうか、うん、でもこれはどこでもでかいやつはでかいし、まあまあそうなの。今ちょっと西の勝手なイメージが良くないイメージで喋りましたけど、西で声がでかい人がいるとやっぱり西だしなって思っちゃうってことでしょ。こっちにもいるだろうけど許せるかもしれないですね。あ、まあ西だからいやそれで偏見だなどういうイメージもあんまねえかな。どうだろうね。あんま行かなくなっちゃったしな関西。どんな番組で行ってんの。僕はスポーツ番組でお昼やってる「ぺこぱのマルスポ」っていう番組で行ってスタジオで V 見ながらちょっと喋るみたいな、ゲストの方呼んでみたいな。共演はどんな人。アスリートの方とか、それこそアナウンサーももちろん ABC の東留伽っていうアナウンサーと毎回いるんだけど、アスリートはそれこそ鳥谷さんとか大久保嘉人さんとか元アスリートの方が来てくれたりとか。そうそれをなんかいろいろね現役時代の大阪寄りですね。そうやっぱあっちの人かな多いのは。なるほど、うん、それをすごく楽しくやってるんだけど、それででも1時間仕事で打ち上げやるってすごいですねそうなのよ。いや番組の打ち上げなんて俺も行ったことないですよ大阪で。大阪もちろんないですし、いやこっちでもだから今さコロナでさなかなかやりづらくなっちゃってるじゃん。一回やんなくなったからもうやんなくなった。そうでも大阪の番組だけはすぐやりだしたの、はい、やってたんじゃないですかやってないやってない期間中はやってないけど大丈夫大丈夫終わってからちょっとやりましょうせっかくなんで。やっぱそれ人との距離がやっぱ近いよね関西は。それはちょっといいかもしれないですね、うん、あでもどうだろう俺スタッフさんとあんま喋んねえしな大阪の。いやもう基本的に。ああそうか。いや喋りたいって思ってんじゃないやっぱ大阪の人も。いや喋りたいと思われてもこっちが思ってなかったら思えよ思えよおかしいでしょ別に自由でしょそれは。そう自由だけど盛り上がったらどんどん打ち上げで喋る。面白いですやっぱそのやっぱ、うん、そのやっぱ大阪の人も、はい、やっぱ東京の人案内したいっていうのが根本的にあるからすごく美味しい焼肉屋知ってますとか言うと本当にあの昔ながらのこのガスコンロで四角いやつで焼く焼肉屋さん別に個室とかじゃなくてもういろんなお客さんいる中でめちゃくちゃ美味しかったしね安いし。あそうなんか美味しいとこちゃんと行くのいいですね。いや羨ましいなそういうのがやりたいですやっぱ。あ大阪行ったら本当にやっぱ知ってる人はやっぱ羨ましいな。ちょっとやっぱ奥の路地にあんだよねそういうお店って。そういうの確かに自分じゃ絶対見つからないですよね。そう見つからない。大阪行ったらやること毎回一緒ですもん。何やる？いやついてゴールドジム行ってその隣の焼肉屋でレバー食って帰る。毎回そんな感じ。はいたこ焼きぐらい食いなさいよ。いやまず粉もんがそんなところじゃないですか。あそうなんだ。まずあるから。それがね本当申し訳ないです。関西行ってなんで食べないんですかって言うんですけどいやそんな得意じゃないんですよ。お好み焼きとかも別に。まあそんな好きじゃないんですよ。ああそうか。毎回同じ全く同じスケジュール。新大阪駅から晴れてたら歩いてあの阪急のホテル MBS の近くまで行って梅田のゴールドジム行ってちょっと運動して。ゴールドジムはもうさ東京よりもあんだからさなんで大阪でわざわざ行くのよ。いやなんかわかんないですけどいや毎回とりあえずもう行っときたい。せっかく大阪行ったら行っときたい。いや別に全国にあるじゃんゴールドジム。東京にも。なんだ新幹線乗る前に浜松町のゴールドジム行ってますからね一回。なんでサンドイッチしてんだよ。いやなんで大阪で行きたいの。せっかくだから行っときたいなという。だったら別にその地元地域密着のさ伊手前ジムとかなんかそういうとこ行ってもいい。伊手前ジムなんかあるわけでしょ。なんかあるなんか。西をアホバカにしてないしてないそのゴールドジムは東京にもあんだからその関西ならでは。なんかあるみたいです。なんかツッコミトレーナーがいるみたいな。いねえわなんかでもあるらしい。いいなんか有名なジムとかあるんですけど結局同じとこ行っちゃうな。でお店とかもなんか一人で行くとやっぱ食い切れないんですよね。まあまあそうお店もさなんか一人で行く時は特になんか王将とか行っちゃう。いやそうなんですよ。そうマクドナルドとかそう外したくないから。外したくないから同じとこ行っちゃうんですよ。わかるわ。なんか見つけだから大阪で本当に一から見つけるのやりたいよね。だから向こうにやっぱ知り合い本当。そうね。だからまあそうスタッフさんもそうだし。誰も大阪の芸人さん俺知り合いいないな。だからそれちゃんとそのコミュニケーション取って。金属バットさんとか昔から知ってるけど、うん、でもなんか忙しいだろうしな。金属さんでも知ってる店もなんかやっぱりアウトローなんじゃないかな。だからそういうのいいなと思うからなんか急に誘うの申し訳ないし。うん、誰だろう知り合い。中山女子短期大学さんぐらいかな。あ、そうか今も大阪でやってらっしゃるか。あれ徳島かな。徳島すみますぎにやってるのかな。どっちだろう。でも大阪にいると思うけど。でも京都にさ学生時代結構4年って長いじゃん。はい。それは別にバイトとかも京都市内でやってたの。やってもうそっちで。あ、そうなの。大阪まで出てこなかった。出てこないですね全然。京都って本当京都だけで完結しちゃうんですよ。あ、そうなんだ。あんま。俺でも阪急沿線住んでたけど。はい。あれだよね私鉄で行けちゃうんだよね京都まで。それすごいよね。どっちでも行けますもんね。京都駅まで行くんだったら JR でいいし、市場とかあの辺行くんだったら阪急でもいいし。いや関西なかなかないな思い出が。たこ焼きとかもあんまり食べないから。学生時代何してたのよ京都で。学生時代普通にただの学生ですから。京都は遊んだりしてましたけど。何するの京都で遊ぶって。大体飲み歩くだけですよ京都市内。あんまだからないんだよな。結局学生のできる子なんかたかが知れてるじゃないですか。まあそうね。あんまねえな。飲み行ってカラオケ行ってぐらい。そうそう結局そうですよね。浮いてたりした学校で。いやそんなこともないと思いますよ。大学生ぐらいだとみんな変なやつそこそこいるじゃないですか。変なやつの一人だなぐらいの。大学の時も赤だった。そうですよ。1年の時からずっとずっとすげえな。まあまあ真面目でしたよ。でもちゃんと授業は出てたそうなの、はい、赤ちゃんとあまだ赤いの来てんなってそうそう目割りが一番前に座ってる目立つな、はい、ちゃんと赤はいつからスタートしてるの。いや高校ぐらいからもうずっとこのままですからえだって高校だって制服とかじゃないの。いや私服私服。あそうなんだ。だから何でも全く変わってないそっから。はあすごい、ね、同じ服装徐々に老けてってるだけ老けて髪が抜けていくだけ悲しいこと言うね、はい、そう赤の鮮やかさが目立つなじゃないんだよだから別に変な偏見とかないないないですよ。対してはね偏見持てるぐらいやっぱ関西で仕事したいですよね。そうね、なんかいろいろもっとね、はい、しゃべりたいんだけどそんなにいかないからないのよ、うん、行きづらいですね。関西のバラエティでゲストで呼ばれたりしてない？たまにマルコポロリとか行かしてもらって出たことないですね。あそう関西ってカンペが縦なの知ってる？縦だそうですね。縦あれなんでなんですかね。あれなんでなんだろうねあれ確かになんですかね。そうでカンペのこといやプロンプって言うんだよねあっちの人。まあ、こっちのプロンプターっていう時あるけど、うん、向こうはやっぱ基本こう縦なんだよ。あれなんで怒鳴りって言うんですかね。怒鳴り声ここで言って、ああ言う言う言うとかのこと怒鳴りっていう。そうそうそう一発ね大きな声でね。がなりがなりって俺らは言うんですけど怒鳴りって言いますよね、うん、あそういうな微妙な違い確かにありますね。そうそうそうあるあれ確かに関西のカンペって縦書きだし、なんかもうクリップで止めた紙、そう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 あれでもあっちの方が確かにコストかかんなくていいですよね。そうでもさそのクリップで止めてるからさ、はい、どん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 めくってくるとその視点になってるところが盛り上がって下の文字見えなくなるんだよ、ね、中心の文字が今誰が優先なんですかそれカッコがもう潰れてってねそうそうそうありますね。そうそうもうちょっと分けときないと思うけどねクリップのやつ確かに縦だ。どこなんだろうあれ名古屋を旅行だった気がするなこれそれエスカレーターの右左論みたいになってきてるね。あるんですかね関ヶ原を境にそうなんとか竜田川とかあの辺の境にとかあんのかな。カンペがどこから縦になってるか。カンペが地方局いろんな回ってみたいですね。そうね福井とかどうなんだろう。福井はどうなんだろうちょっと日本海の方行っちゃうと分かんない。それは新潟の番組とかどうなんですかね。見たことない。縦書き横書き確かに出たことないな分かんないな。そう大阪熊本の番組出た時あれ横だった気がするな。ああ横かでも基本横だと思ってた俺も。山口とか中国地方の番組どうですか。中国地方の番組ねないのよ。広島放送とかかない。あるけどそこで仕事したことないからないな出たことないな。どっちだと関西の局は多分全部縦だった気がします、ね、縦しかもこう下からこうじゃなくてこうなのよ。こうやってますよね。そうこうやってペロンペロンってあれどうちゃんと調べたら面白いかもね。どこなんですかねどこまで視聴者全然関係ない話、ね、関係ない、うん、全然確かにちょっとああって毎回ちょっと驚きますね、うん、縦だって、うん、縦ですよね。そうそうそうそっかどこなんだこれ面白いな。どこなんだろう、うん、なんか県民性が現れてるかもしれないですね。そうですね、うん、なんで縦なんだろう。いやわかんないそもそもカンペがどのタイミングで生まれてったのかもわかんないですもんね。でも書くのも縦で書きにするのかな。あれさらっと書くときでも横で書いてるんですか。横だからそのもともと作ってくるやつは縦なんだよ。あれはさ漫才台本とかも縦で印刷されてるからじゃないですか。あ、そう台本って縦ですもんね。未だにあの台本ドラマの台本とか上だけめっちゃ空いてるじゃないですか、うん、あの脚本みたいな、うんうん、あれってなんでなんですかね。 なんか書きたいんじゃない。なんかここでちゃんと書き込みたいですね。一発で笑顔とかさ書いてんじゃない。一回収録のためにそんなのないですよね。いい番組老舗の番組って本当製本された台本じゃないですか、うんうん、タモリクラブとか、はいはいはい、仰天ニュースがあって、うん、すごい分厚いよね。ちゃんとして作るじゃないですか、うん、あれめっちゃこそ買ってますよね。でしかもなんか本みたいになってるし、はい、製本されて縦だしさあれだから昨日今日直せないですよね。そうあ M-1 グランプリの台本って持ってる？持ってないですよ。M-1 グランプリの台本をもらったらその一応流れが書いてあるやつね、はい、そのもうえみくじとかはもうえみくじに任せるって書いてあるんだけど、はい、そのゲストの紹介とかの、はい、あの台本をもらったんだけど、もう本当に図鑑ぐらい分厚い。へえ分厚いですよね、うん、そうなんですね。でもう縦は今田さんちゃんとしてるんだ。やっぱり技術さんがねカメラのところでなんか書いときたいよね。なるほど。そういうやつがあるんですね。そうそうそう。それも一緒に使うから技術さんが。カメラ割りとかは。カメラさんとか。うん、それは縦の方が見やすいのかな。うん、それをなんか駆け込めるようになってるんですね。だ出演者とかはあんまり関係ないんだけどもってなるよね。なるほど。昔はでも全部台本やったよ。まあそうですかね。コピーでみんな済ますけど。はいはい。うん、でももう今最悪。タブレットみんな持ってるから、うん、でスマホでもいいじゃないですか、うん、PDF 私は俺いいだろうなって、まあ、そうね、確かにそうそれ書くまでですよ PDF にもそう書けるっていい気もするんですよね。 あとずっとこう台本で疑問なのが前半とか、まあ、後半でもどっちかに全員のスタッフの名前とスポンサーの名前とあとなんか書き割りとかこういう構図ですみたいなの書いてるじゃないですか、はい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 、俺らいらないですよねあれは全員分は印刷しなくていいんじゃないのかなって俺多い時 3,4 ページそうだよね最初で台本を現場に持ち込みないともうあの部分いらないから俺いつもはぎってから持ってくるんですよ。そうなんだ。やっぱ少なくしたいし、あ、まあまあね、開いた時にあまりにも多すぎて戻るとバレないから、はい、だから番組まだあんのと思ってページ残ってるからさ、はい、見ると終わってんだよね。そうなんですよ、池上さんのニュース番組とかそればっかりが熱くて内容1枚しかないんですよこれについてだけじゃ書いてないんですよまあねまあねそうだよねいやじゃあ1枚で俺はいい、大丈夫だな、ちょっとでもコストを減らした方がいいんじゃないのって毎回思いますね。でもそれ縦と横で思ったけど縦書きってさ、あんまもうなくなってきてない？新聞と本ぐらいじゃない？あ、まあ、本は縦書きの方が多いかな、うん、でも小説とかも横書きのもありますしね今。あ、そうなの？でも日本語はなんか昔なんかで聞いた時縦書きの方が入る情報量が多い、読みやすいらしいですけどね。へー。教科書とかも理科とか横だよね。横っすね。社会も横か。横。国語だけ？国語だけかもしれないですね。ああ、そう。なんでなんだろう。なんでだ、やっぱ横書きで今全然いいっすもんね。だからその新聞とかもさ、読み慣れてない人とかってさ、どこに次行くか分かんない。そう分かんないよね。新聞だからそれが完全に廃れていく。あ、そうなの。あれはもうなくなっていくでしょ。だってもうページで考えることってもうなくなるんですよ。もうこう。そうなってったら1個の記事は1個のページにまとめないからその断群みたいになって全然いらないくなってるんですよ。あ、今その新聞取ってない人は多分読み方分かんないだろうね。分かんない、未だに分かんないですよ。未だにだって社説とかこう書いてあるじゃないですか、真ん中にそのタイトルが入ってるやつあるじゃないですか、次どこ行くのって毎回思いますもんあれ。分かる。こんな不便な文章ねえだろって毎回で、あ、ここに行くんだって読んだ結果よく分かんないし、社説に書いてあることこの人の意見が強すぎてスポーツ新聞とかも割と結構あっち行ったりこっち行ったりするからさ、あれね、もうなくなるでしょああいうのは。でも縦書きはもうあれじゃない、そのラテ欄とかのこう縦で実は縦読みしたら実はこうなってますぐらいしかもなくなっちゃうんじゃないの。あ、でもそれもう恥ずかしくないですか、縦読み仕込むのってちょっと出過ぎたかように。いやもういいでしょ、昔の2チャンネルじゃないんだからもうそこはいいんじゃないって俺はちょっと思います。恥ずかしいですよ。恥ずかしいね、縦読みされると。あの縦読みってさ、はい、多分本当に意図して作った人もいるだろうけど、はい、たまたまなっちゃったパターンとかあるのかな。ありますよね。あるよね、絶対。なってるやつざらにありますよ。そうだよね。ありますよ。探しは切りないもんね、あるよね。二重縦も2列になってるやつもありますもんね。よく作るなと思います。ある難しい、読みづらいな、うん、でも。でも本はでも、うん、俺 Kindle で読んでるけど縦だなやっぱ。まあ縦、もともと小説とかは縦で印刷されてるから、うん、PDF 化する時もデータ化する時もそっちの方が楽なんでしょうね。縦ってでも中国語は？縦でも横書きもありますよね。普通にホームページ横書きも。両方あるんだ。はい、韓国も両方。韓国もあるんじゃないですか。だヨーロッパ圏が全部横ですよね。おお、面白いな。縦書き、そうか。アジア圏だけですかね。わかんない、知らない言語でもしかしたら縦書きあんのかな。でも縦書きなくなったら草書体とかなくなるんじゃない？習字の。まあないでしょう。ね、あれも横に草書したら変だよね。うん。アルファベットってだから筆記体ってあんま外国の人書かないって言いますもんね。あ、そうなんだ。サインぐらいですか。へえ。なんかめっちゃ単純に読みづらいから、どこで区切れてるか分かんないしね、うん、筆記体はシンプルに。まあそもそも書くことってめっちゃ減りますね。ああ、だからたまに思う、久々にペン持ったなみたいな、はい、あるよね。全然書かないですよ、ね、書かない。ルーズリーフとかっても最近いつかもう使ってない。メモ帳とか持ってます？持ってない。もう台本とかも2010年代頭ぐらいでも全部変えた気がする。ああ、もう書かないですよね。書かないね。なかなか。でもたまに書くとなんか楽だな、まあ、古いから多分身についてるから楽だなって思うんですけど、でもそれを結局もっとまた清書してデータ化して渡したりするから、うん、無駄だなって。ああ、そうかそうか、うん、本当に久々に文字書いたなっていうのなんかネプリーグとかでも本当にうわめっちゃ分かります。答え書くとき、はい、あれタブレットってなんであんな書きづらいんですかね。書きづらいよね、なんかタッチの感度とかね今だい。でも今の子は全然平気なんじゃないですか。平気なんじゃない。綺麗に書けるんじゃないですかね。タブレットもういい加減書いたやつじゃなくてもう読み込めるんだから綺麗な文字に直してほしいですからね。確かにね、こうゴシック体とかにちゃんと直してほしいですよ。自動でね、はい、うん、そっちでいいですよね。もう縦横もそうか、関西から始まってたのか。サインは書いてるよね。サインぐらいですよね、うん、サインってもうサインって欲しいですか？人のそんな欲しいと思ったことないから、これ多分みんないらないって言うと思うんですよ、うん、書きすぎてるから。ああ、そうか、こっちはね価値がないものだと思ってるじゃないですか、うんうんうん、でもすごい待ってる人とかいるじゃん。いますね、うん、昨日もなんか書いたな、サイン。昨日は後輩と午前中暇でカレー食いたいねってなったんですよ。お昼カレー食べよう、うんうん、でもせっかくならうまいカレー食いたいなってなって、うんうんうん、神田にいいカレー屋がある。神田はね、カレーを調べて、ここ美味しそうだなって調べて、でももっとうまく食べたい、うん、美味しく食べたいってなって、家中の坂上なんですけど、うん、歩いて行ったんですよ。え、神田まで、腹つかして行きたいってこと、はい、うん、2時間半3時間近くかかって、うん、歩いて行って、でその店でサイン書いたんですけど、うん、頼まれたの書いてください、書いてください、はい、なんかもっとペラペラの紙をぐらいに書いたんですけど、なんか色紙とかじゃなくて、うん、でなんか申し訳ない、本当にこんな紙でごめんなさいって言われたんですけど、うん、別にどっちでもいいですよね。書く紙、はい、まあまあそうね。あれ気にします？確かに書いたその後のサインの行方は考えないからね、はあ、うん、別に確認しに行かないじゃないですか、うんうんうん、別に捨てられてもいいし、うんうん、あと思うのが色紙逆に出されたら、うん、なんでこの家こんな色紙あるんだろうって毎回思うんですよ。あ、まあ、いつでも対応できるように持ってんじゃない、やっぱ。この前その新幹線の中でサイン求められて、うんうん、これぐらいの色紙渡されたんですよ。ちょっと一回り小さいちっちゃいやつ、うん、何のために持ってんだろうっていう。なんかじゃあみんな見せたいんだよね。この前電車したらカズレーザーいてサインもらったんだって見せたい。でもなんかそれが、うん、例えば新大阪とかに使ってないですけど、新大阪にすげえいるじゃないですか、サインもらえくださいっていう人。ああいう感じの人なら分かるんですけど、うん、ちゃんと身なりのいい紳士だったんですよ、うん、いやだからというか、そう本当にその芸能人のサインを持って、俺はこの人に会ったことがあるんだ、サインもらったんだっていう、あるんじゃない、その。あるんですかね、うん、でもう僕らは分かんなくなってるかもしれないけど、で憧れの人とかいない？憧れの人、うん、羽生善治さんとか、羽生さんのサインとか欲しい、羽生先生とか欲しいです。うわ、それと一緒。だからその憧れの人だったんだよ多分。いやでも欲しいけどサインよりは、うん、うん、そうだな、普通に喋りたいですよね。だったらまあ、まあ、サインを口実に喋りたいって人も、なんか何喋っていいか分からないから、いやサインくださいっていう人全然エピソードなんかそのこっちがね喋ったらあんまはね弾まないでしょ。それは新大阪の改札出たところにいる人たちだろ。全然弾まないじゃない。別になんか無理にするわけないから、聞いてもああはいぐらいの、ああはいぐらいの、あてな書きますか、それいらないですっていうやつらだろ。ああはいぐらいなんですよ毎回。サインどんなサイン書くの書いてくれへん。サインください、お二人一本ずつですけど、はい、おなんなんや、はい、ちょっとカズさん見せてよ。カズ、かっこいいね。これ超楽だし、なんかシンプルでかっこいいね。俺なんかダセ、俺なんかやだな、書きたくねえな俺。それをそんなんなんや、俺いつもこうだね、はい、かっこいい、めっちゃかっこいいですね。わかる、松陰寺って書いてある。あ、寺だ。そうそうそう。あで何回も同じの書ける、はい、あ大体そうですね。いやでもこれ昔結構ちゃんと書いてたり、それこそ俺もっとふざけてジェットリーとか書いてましたからね。どういうこと？いやでも自分の名前書くのってバカバカしいです。違うだろそれは。それはさすがにやりすぎだろ。昔はずっと真空ジェシカって書いてました。いや違う人やんそれ。そうで真空ジェシカが売れちゃったから書けなくなっちゃったんです。違う、それはダメです。それ自分の名前書かなきゃサインってのは。いやそれもでも何書いてもみんな喜ぶんですよ。真空ジェシカは違うやんってならない。でも読めないですどうせ。あ、はっきり書いてるパターンもあるんですけど、あそれこそめっちゃ崩して水穂銀行と書いても分かんないですよ。いや分かるだろ。メイプル超合金 M だから水穂銀行書いてよじゃあ今。いや僕全然平気なんですよ。とか書いても入って渡してもちょっと見せてなんか適当に書いてもいいんですよ別に。いやまあ分かんないな。でも確かにガーって書いてればこっちはそう書いてるだけだから。本当だよ、遊びすぎだよそれ。それでも別にいいんですけど、めっちゃサイン書く仕事とかあって、営業先でマジでこんなあるよね。マジで1年100枚ぐらい書く。あるある。そうなってくるともうこういうのも面倒くさいから。確かに。楽なやつってなって、うん、確かにそうだね。そうなるとこれ楽かもしれないね。もう何も考えずに書けるから、うん、心がこもってないサインを書くには楽な方がいい確かに分かる、なんか筋肉を使うしな、痛くなってくるから、もうそうなってくるとなんかよく営業とかでもさ、はい、演者さん皆さんで1枚お願いしますとかあるじゃん、はい、なんか俺タイガさんと一緒だったのかな、はい、ペコバとタイガさん、タイガさん3円あって、はい、で俺ら2人3円あって、はい、3人分書くってなって、はい、先にタイガさんが書いてたんだけどさ、はい、タイガさんのサインの、はい、俺上下間違えてて、はいタイガさんの、はい、タイガさんが書いたのを、はい、俺逆さにして全部書いちゃってさ、はい、でシュウペイもそれにつられて、はい、俺につられて書いてるから、はい、タイガさんだけ逆さになっちゃって「おいこれ逆さじゃねえかよ」って怒られたこと。もらった人はね、タイガさんのサインがどっちかなんかどうでもいいからいやひどいこと言うねいやそうでしょそうだけど俺も分かんなかったからタイガさんのサインが逆さじゃねえかっていう意見はなかったでしょ。なかった。お客さんがなかった。全くなかった。そういうもんです。そういうもんですかよかったな。サインなもうでも頼まれて書くけど嬉しいのかな。俺はでも野球選手とかからユニフォームにサインしてもらったら嬉しい。あ、でもそうだ。それが WBC の時にダルビッシュさんとかってめっちゃファンにサインしてたじゃないですか。いやあれもすごいファン対応ですよ。かっこいいですね。ちゃんと書いてるもんやっぱ。めっちゃかっこいいですね、うん、でもあれを同じ立場でやってたら恥ずかしいですよ、うん、芸人として。いやだからダルビッシュさんだからいいなと思うんですよ、うんいいじゃない。カズレーザーでも自信持って書きなさいよ。同じ映像でカズレーザーがやってたらもう俺は生卵ぶつけたいそんなやつには王さんじゃないんだからしょってんなこいつと思ってそれ立場の違いがあまあまあそうね、うん、絵にはなるよね、うんうん、確かに新大阪で書いてる時恥ずかしいよな。恥ずかしい。なんか見られてる。もうやだ。あの人サイン書いてるけど誰知らないみたいなのいるやんか。知らないって言うじゃないですか。知ってる知らないじゃなくて知らないって言われるじゃないですか。恥ずかしい。言われるの恥ずかしい。だいぶ話それちゃったけど。知らないとか聞こえてきたら嫌やね。はい。書いてんのに書きたくないのにこっちも。そう。頼まれたからね書いてんだけど。ピューって書くね。でもやっぱりそうですね、うん、ピューって書きます。やっぱりファンサービスそれなんか誰か分かんないかなっていう時はちゃんと書いとこうとか。だからペコパってここにそうなんですよ。結構誰か分かんないサインってマジで意味わかんないですもんね。そうだから飲食店とか行ってもわーってサインあるけど分かんないじゃないですか。分かんない。だから僕も一人で書く時はここにちゃんとペコパって書きますね。なるほど、はいはい。そんなちゃんと書いてあるサインいいですよね。俺誰だっけかな、多分演歌歌手の方なんですけど名前忘れちゃったな。入ったお店でもうめっちゃ縦書きで、うん、大変美味しかったですな、またいただきますって言われてめっちゃサインちっちゃかったんですよ。うわめっちゃいいなこの人。それいいね。めっちゃかっこよかったですね。なんかそのちょっと自分は前に出ないスタイルというか、はい、伝えたいのは美味しさですよ、はい、感謝の言葉がしっかり書いてある。めちゃくちゃいいね。だからもうそれだ、それにしましょう。そうだからもう基本こういうサイン書くやつなんてもう自己顕示欲の塊だからさ、はい、あもうやめたほうがいいですね直そうサインちょっと変えましょう今からちゃんとちょっと書き直そう今俺も変えよう。もうちょっと書き直したほうがいいですね。これバカバカしいバカバカしくなってきたかっこつけてんじゃないって話だよね。クズのサインだこれはい、じゃあカズの新しいサイン今日からね変えましょう。はいそうですね、ちゃんと書いておくんですね。お送りします、はい、楽しい時間をありがとうございましたカズもう絶対これします。もうこのスタイル IKKO さんやもう IKKO さんと同じスタイルやんそれ。 IKKO さんと仕事した時もう謎のね般若心経みたいなやつがこれぐらい結構書いてあって心を込めて IKKO で締めてやるやつ。完全帳かなこれいいですね。でもこれいいでしょ。こういうこと、うん、これめちゃくちゃいいじゃないですか、うん、こういうことです多分。なるほど。ちょっとじゃあ俺も考えよう。これにしようあそこにかけといてよりも関西からこれもうめっちゃこういう方がいいですよやっぱサインはこういうことですよ多分、はい、サインっていうのはそうですね。これなんかいいもんな。はいできました。はい私ごときが申し訳ありません。あ、いいめちゃくちゃいい。こういうことですよね。いや絶対こういう方がいい。もう芸名でもないっていうね、俺の場合。はい、これの方がいいっすよね。これいいじゃないですか。こういうことでしょやっぱ。あ、なんかこれ貼ってあったらめちゃくちゃいいっすもんね。ね、うん、なんかこれはこういうサインがいっぱい誰か見てくれたら、うん、好感度絶対上がりますね。上がりますね。これ確かにいいね。あんなせめて松陰寺って書いてる。いやもうその芸名名乗るなんてもうそんなもうおこがましいですよ。そしたらこれ好感度上がんないですよ。誰かわかんない。だからそこはちゃんと書いた方がいいじゃん。そこはちゃんと書いた方がいい。松陰寺改め松井だな。あ、そうですね。あ、間違えた、漢字間違えちゃった。松陰寺。改め松井ですね。カズレーザー。カズレーザー下に読み仮名としてカズレーザーって書いてある。親切すぎるだろ。そうしましょう。そうしよう。それは丁寧やね。自分で読み仮名だった。コンビニも書いとかない。松陰寺って誰やねんっていうね。ペコパ松陰寺改め松井。あ、そうか、誰どこの誰かわかんないですね。所属もね。そうか。メイプル超合金も書いとかね。ちゃんと書いとかなきゃいけないんだ。だマイカブサンミュージックメイプル超合金だと書いてる。所属別にマイカブもいらないからちゃんと書いてる。それさ、これ貼ってやって、でもみんなやっぱ他のねチャラついたサインがあるわけですから。全然読めねえよ。いいね。これあったらいいね。しっかりしてるな。このやっぱこうちょっとこう下がっていく感じね。文体も。これはいいんじゃないですか。これいいね。いいね、やっぱりそのなんかどやってるじゃん、毛筆が踊った感じがもうね、いい加減しなさいということです。やっぱこれだ、こういうことだ。マジで俺今後これにしよう。これやっぱ低姿勢で好感度上がると思うな。これもう早くサイン書きたいっすね。今日お店にどっか行ってきなよ。早くちょっと書きたいな。神田のカレー行ってきなよ。もう一回行こうかな。昨日来たもんですけどサイン直したいんですけど。直したいってなんだよ。食べたいじゃん。サイン直したい。食べてからせめて食べなさいよ。いやこれだ。これはいいっすね。いいね。大事だ。これ流行らしたいな。こういうことですよ。でもこれが流行っちゃうと弱くなっちゃうから。そう。世間の有名な方みんなもっと崩したサイン書いてる。むちゃくもうそのね踊り狂って象形文字みたいなの書いていただいて、そんな中これが縦書きの産業が入る。好感度上がるだろうな。これですね。これだ。ありがとうございました。これはサイン絶対この方がいいですね。どう考えてもこれだ。小学と真ん中の辺なんかずれてるような気がするんだけど、今大丈夫。絶対こっちの方がいいな。俺いいな。演歌歌手の人それかっこいいね。かっこいいですね。めちゃくちゃかっこよかった。でなんか演歌歌手のこのサインもある程度サインっぽいんですけど、ちゃんと読めるサインなんですね。やっぱそれはいいわ。それ石川さゆりさんとかそんな感じの格の人だと思う。やっぱすごいな。やっぱ大御所はそうなってんだな。分かってるから。あれはいいですよ。絶対よこれ。これだ。今まで書いたサイン書き直しに来たいな。調子乗ってるよな。調子乗ってちょっと新宿のね多分あれどの辺だっけかな。絆寿司とかなんか寿司屋どっかでサインがあるんですけど、今も絆寿司高橋さんとかと一緒に行った時にサイン書いたんですけど、ちょっとそろそろ更新しに行こうかな。更新とかないからサインに。5年ぐらい前に書いたんですけど、ちょっとそろ更新していいですか。だったら昔ながらの申請はもう昔のなんだからさ、更新するべきでしょあれ。じゃあ次、はいこれでちょっとお願いします。よいしょ。おラジオだ。はいレイディオ。そうだ、僕そうぺこぱのね日本放送でさオールナイトニッポンゼロが終わっちゃいまして。あ、その話やめましょうよ。早いな。2年やってたんですけど終わっちゃって、そう今はだからラジオなしライフだね。今はラジオってどうですか。でも生放送だから夜しんどくないですか。めちゃめちゃしんどかった。そうですよね。やっぱ深夜ラジオ3時5時だったし、ああもうめっちゃしんどいじゃないですか。そうで多分20代とか若かったら、はい、多分その次の日も行けてたんだけど、はい、1回3時5時やるとさ、うん、次の日一応お昼から仕事は入れてくれるとは言うものの、はい、もうリズムが戻んないよね。無理っすよね。ずっと眠いっすよね。ずっと眠い。でもその時間深い時間だけどめっちゃエンジンかけてやんなきゃいけないじゃんラジオってよりね、はい、普段寝てる時間だからこそだから寝れないでね終わってすぐだいたい6時とかになっちゃうし遅くて7時とかになっちゃうしんどいっすねそうでもやっぱりラジオは聞いてた若い時あんま聞いてなかったですねあそうなんだ、はい、なんか聞いてそうなのにあんまほんと通ってこなかったなそうだから今さその昔みたいにチューナー立ててこう周波数合わせてじゃなくてもうラジコとかで聞けちゃうし、いつでも聞けますよね。で聞き方もさ、もう本当に Bluetooth で、なんか電車乗りながらとか、多分今時大学生とかも授業受けながら聞いてる人いると思うんで、それ世の中に変わってきてるからまたちょっと需要は上がってきてんじゃないかなと思って。なんかそうですね。音声コンテンツやっぱ需要あるって言いますよね。でもどうなんだろう芸人ラジオ人気なんですかね。どうなんだろうね。ゲラとかもやってるかいろんな人ね。やってるいろんな媒体。あれでも今やってるよね。やってます。それは収録？収録です。完全収録。だ一人、二人。二人納言の。あ、ゆきとやってんのか。ああ、なるほどなるほど。だらーっと喋って。で収録だとなんかやっぱラジオっぽくないですね。あ、そう。ああ、なるほどね。リアクション生のメールとか確かにそれ。ちょっと変な感じありますね。確かに芸人がやるラジオってそれは一つあるよね。一方的に喋って終わっちゃうから。でも感じるかなラジオ昔コンビでやってたけどなんかそんなにワクワクしなかったですね意外とああそうなんかさ、はい、多分同じだと思うんだけどラジオその2人でやった時って、はい、他のテレビもずっと一緒に出てる時期じゃないなんかさ一番いい形ってある程度バラバラで動いててでもちろんコンビ仕事もあるんだけど、はい、で改まってじゃあ面と向かってコンビで喋りましょうだったらエピソード持ち寄りとかねそうすごくいいバランスだと思うんだけどなるほど俺割とずっと同じ現場でいてラジオも一緒ってなると別に話すことないんだよねなるほど、ああそれ大変ですねこれはだから、はい、例えばオードリーさんとかやっぱり結構もう別々の仕事が多いからすごい多分新鮮に話せてると思うんだけどナイナイさんとかもそうですよね。一緒に動いた延長線に一緒のラジオってなってもそこまでもちろんあるんだけど話は新鮮味という意味ではあんまなかったかもなっていうのあるね。あとなんかがっつりなんか何でも喋っていいというか結構ノールールじゃないですか本来ラジオって意外とそういう番組あんまやったことなかったなって気がします。今もそう今は結構全然平気なんですけどでも収録になっちゃうと。ギリギリのこと言ったらどうせ切られちゃうからまあねまあそうだね確かに危ない橋は渡りづらいよねでも危ない橋は渡りたいから喋ってるってのもあるじゃないですかそうちょっとヒヤヒヤさせたいしちょっとヒヤヒヤしたいってのもあるからねやっぱ切られちゃうからがっつりでも夜もう喋んのもう体がついていかなそうっすけどもうだって今年俺40になるのにさだからすごいよね今深夜やってる三四郎さんとか深い時間ですもんね三四郎さんも深いねいやよく体力持つなって思いますね最後の方結局事務所も普通に次の日10時からとか仕事入れてたからいい加減してくれよと思って持たないですよ体が持たないよ本当に若ければねなんとか1時間半とか2時間喋り続けたらちょっとやっぱ疲れますよねそうやっぱコーナーもしっかりあるしさ結構声も張るしってなるとなかなかしんどかったけどね今オードリーさんとかそっかドームやるって言ってましたもんねそう東京ドームでラジオイベントすごいよね埋まるんだもん埋まるんじゃないですかそう埋まんなかったらそんな危ない橋渡らないですよね武道館でねもう本当にパンパンだったから多分次もドームってことなんだろうけどでそれぐらいラジオの聞いてる人っているんですねいるんじゃない潜在需要があるんですね聞く今ラジオオードリーさんと有吉さんと一緒だはやっぱ毎土日聞きますね。あとマジラブさんも聞くな。ああそうなんだ。あと誰だろう。そんなに追っかけて聞く人いないかもしれないです。あれ別にお笑いだけ聞くの。そうですね。それぐらいかな。あんまりこれっていうのないかもしれない。これ結構ニュースとかもラジオで入れるかな。食器の洗い物しながらとか。なるほどなるほど。なんか手を使ってなんかやってる時。それはそうですね。確かにかけちゃうかもしれないですね。そう。作業しながらはああ確かに。でも今そのニュース系の YouTube とかも出てきてるから。で YouTube も音だけで聞くってなるともうほぼラジオなんだよね。確かに。YouTube ほとんどラジオの違法アップロードばっかですもんね。いっぱいあるよ。めっちゃくちゃあるもんね。聞いてないけどね。聞いてるでしょ。聞いてないで全部ラジコプレイヤーで聞いてますから。いやいや、どんどん消えてっちゃうじゃないですか、昔のやつ。いや全然大丈夫です、1週間以内に聞いてますから。いやいや絶対聞いてるでしょ。聞いてない人って本当に無理でしょあれ。いけるけど全然なくてもラジコプレミアムで十分ですから。そっちばっか上がってるじゃん。そんなことないだからこの番組も結構聞き流しで聞いてくれてる人もいるんじゃないですかね。ああ、まあ聞き流すにはちょうどいいでしょうね。ちょうどいいと思う。真面目に聞かれても困りますしね。そうなの、そのグッと見入られても困ります。そんな熱持って聞かれても困りますよね。ちょうどじゃあラジオは何、散歩してる時とかで聞くの？いや、寝る前とかですね。あ、そうなんだ。が多いです。外ではあんま音楽とかをそもそも聞かないんですよ、あんま。あ、そうなんだ。だから外でなんかイヤホンすると怖くないですか、外で。もうずっとしてるもん。危ない。大丈夫。危ない大丈夫だよ全然。パッパーとか聞こえないわけでしょ。いやそれはちゃんと聞こえない。ドーン、あー、でもその片っぽポッて外せれば。ああ、なんかそういうことか。モノラルで聞いてるんですか、じゃあ。モノラルで聞いてる。犬の散歩してる時とかもこう片耳しながらやったりとか。ああ、そうなんですね。寝る時ってこうもう目つぶってもう寝る間際ってこと？そうです、もう聞き流しですね。ああ、それ寝れなくならない？その気になっちゃって。いや、意外と寝れますね。ああ、そうなんだ。で、朝起きてば結局オチ覚えてねえやつってもう一回聞くことが多いです。そうですね、オードリーさんとかそれが多いかな。なんかでも作業中に聞くのいいけどね。作業中はそうですね、聞き流す。あ、でもあんま音なくても平気なんですよね、俺。ああ、そうなんだ。あ、でも作業中あればっか聞いちゃってます。町浦ピンクさんのネタばっか聞いてる。嘘のやつ。俺やっぱすげえ好きなんですよ、ピンクさんの漫談が。何回も同じ話ばっか聞いちゃいますね。まあ確かにそうだ。人すごい好きです。みんなそれぞれ違うじゃない。作業用で聞くね、なんか作業用 BGM みたいなのあるじゃないですか。そういうのよりもなんかやっぱこれってのが海外の人なんかよくわかんない YouTuber なのかその ASMR とかばっかやってる人なんかわかんないですけど、そういう人らがなんかただよくわかんない英語ですらない言葉でずっと喋ってるやつが聞き流すの。あ、あ、そうなんだ。なんかちょうどいいですそれ。でも意味はわかんないでしょ。全然意味わかんないです。ああ、そうなんだ。何のこと喋ってるかわかんないです。それ聞き流しで。言い争いしてんなぐらいの感じなんですけど、音小さくて平気なんです。ちょうどいいんですそれが。ジオか。町浦ピンクのネタ何回も聞いてんの？いや、ずっともう片っ端からもうセットリストになってるずっと聞き直すけど、一番聞き倒してるのどれだろう。あ、あれかな。免許更新みたいな。でも基本嘘のやつでしょ。嘘ですよ。いや、免許更新な、あれタイトルなんだっけかな。免許更新だよね。町浦さんは基本嘘漫談をね、よくやってんだけど。いやでも最近いっぱいネタ上げてくれるからもうすっげえ嬉しいんですよ。嘘できるけど嘘漫談でしょ。めちゃめちゃ面白いですよ。まあ面白いよね。超聞いちゃう。ずっと聞いちゃう。確かに町浦ピンクさんはやっぱ聞いてられるかもしれないね。ずっと。で、前生配信もしてたんですけど、それとかもずっと聞いてますね。あと意外とさ、マイナビラフターナイトっていうさ、 TBS ラジオでネタ番組やってるじゃん。ネタもラジオだと意外と面白いんだよね。聞けますね。見えないけどこんな動きしてんだろうなとか、そういうのを想像膨らませられるから面白いんだよね。めっちゃちょうどいいですねあれ。ちょうどいいんだよ本当に。あれ間のてってなんとか事務所誰々みたいな、あそこだけいないですよ。ずっとネタだけ永遠にパッケージしてる。なんか一言そういうやつでしょ。あれいらない。あそこのくだりみんな滑ってる。それあんま言うね。あそこいらないのよ。全部ネタだけのセットリストかもう4時間ぐらいの作ってくれた方が嬉しいこっちは。確かあそこ滑んだよな。あそこ紹介のところ。頑張るけど。現場はねなんか盛り上がるけど改めて聞くと全然面白いですよね。現場で起きてることだって聞いてる人知らないからさ。あれ嫌なんだよな。ラジオか、まあやんないですかコンビで。まあまあちょっと一回今度トークライブやんのよ。何回か。でそれも先にやってその後またちょっとできればなと思ってるんだけど。まあなんかそういうラジオとかがないと特にコンビって話さなくなっちゃうから。なるほど。なんかあればやりたいなと思ってるんだけどね。でも企画とかラジオってまあリスナーがいるじゃないですか。そういうのが来るわけじゃないですか。それがやっぱでも生じゃないとなやっぱもう。なんか熱入んないですね。でもなんか昼ラジオっても全然いいかなと思ってて、なんか深夜じゃなきゃいけない理由は別にないかなっていうのは今思ってるんだけど、ね、はあ、そうですか。お昼のラジオってやっぱ全然聞かないな。でも今その時間とか関係なく聞けちゃうから。ああ、でも結構その対象としてる人が変わんないですか昼ラジオって。お昼って誰が聞いてんだろう生で。まあ結構ちゃんとしたやり取りというか、来たメールに対してちゃんとみんな喋りますよ。喋る。お昼ってそのなんかちゃんとしたリスナーのエピソードをちゃんと処理するじゃないですか。だからあんまネタメールっぽくないですよね。ネタメールは多分来ないだろうね。だから聞いてる人も多分、うん、そういう感じで聞いてるからながらでしょ、ながらで。なんか昔お花屋さんで俺バイトしてた時さ、はい、流れてたわラジオ、そういえばそれ作業場でずっと流れてんだっていうのがあったけどね。こういうナイトニッポンやってた時に、うん、めちゃめちゃ盛り上がったりとか、このハガキとかなんかそんなある？なんか一番覚えてることとか。生電話とかやっぱ面白かったよね。なんかそのぺこぱが最近ぺこぱをテレビでやってないみたいな話になって。何言ってんすか？そのキャラ的なことをね出てきた時のぺこぱを最近やってない。もう俺たちは松陰寺もシュウペイも、うん、もう後継者を探さなきゃいけないんじゃないかっつって。何言ってんすか？そうなのよ。何言ってんのなんだよ本当に。でもしかしたらリスナーの中に2代目松陰寺がいるかもしれないみたいな。ぺこぱはもう育ってきてるんじゃないか。そうそうそう。いるんじゃないかみたいな展開で、我こそはみたいな人で募集したら本当に電話番号載せてさ、メール送ってくれる人いて、でかけたらちゃんと松陰寺やってくれて。すごい。そう、シュウペイもやってくれて、でなぜか知らないけどティモンディの高岸も誰かがやってくれて、どういうことだ。もうむちゃくちゃになっててさ、俺ら以外の電話でリスナーが掛け合って、あ、それ面白いですね。そう、一くだりできたとか、なんかそれ生ものの面白さあるよね。それは面白いですね。それめちゃめちゃいい。リスナーも器用ですね。器用なの。だからだから本当深夜ラジオのリスナーはやっぱすごい皆さんお笑いレベルが高いよね。高いと思います。本当に。気流ありますよね。あ、それめちゃめちゃ面白いですね。でやっぱ特に俺有吉さんのラジオのリスナーとかも有吉さんはマジで面白いですね。面白いね、みんな。すっごい面白いし、でなんかあれ聞くと太田プロの芸人めっちゃ好きになりますよね。いやそう、だから俺いつも会うの、いつもサンドリー聞いてるよっていうさアシスタントで人はめっちゃ好きになりますよね。でその出てるアシスタントの人も「いやまあ聞いてんすか、勘弁してくださいよ」みたいな感じ出すじゃん。でみんなまんざらでもないですよね。まんざらでもない。あれ好きなんだ。あれで知名度上がってる人いるもんね。いるでしょう。そう。ラジオか。もうでもラジオって本当に配信するのにめちゃくちゃハードルが低いじゃないですか。今誰でもだってね YouTube あればできちゃうもんね。あるしなんか Spotify とかでも入ってるし、どうなってるんですかね。ラジオ局ってどうすんだろう。確かに広告も一応広告収入でしょ。でももう個人でも人気だったら別に広告いっぱいつけられる。そうでしょ。そう。どうなってるんですかね。だからまあ。なかなかラジオも厳しいんじゃないかな。テレビももちろんそうですけど、そういうマスメディアってものが難しいですよね。そう。だからもうラジオなんていつからあるんだっけ？もう大正時代とかもっと前。もうそれぐらいがあるんじゃないですか。そうだよね。全然もっと前がありそうですね。そうだ。一番歴史の長いメディアなのかな。まあその電波を使ったっていう。そうだよね。だから。あれだよね、今のラジオ局もテレビ局の一応関連会社なんだよね確か。大半そうじゃないですか。まあラジオからスタートしてテレビになるパターンがあるよね。日本放送が日本放送だけな。だからね、だからその逆転してですよね。そうそうそう。独立したラジオってだからそういう FM とかでも今日そうじゃないですか。そうなの。だって FM あ FM はそうか。東京 FM って。確か親会社じゃなくて東洋大か東海大かどっちじゃなかった。あ、そうなんだ。確か東洋大じゃなかった。大株主多分今もそうだ。大学だったの。FM はそっか。でも FM も AM ももう今関係ないじゃんだって。関係ないです。で AM なくなっちゃう説ありますもんね。うん。だって音質もいいしさ、昔はなんか周波数が違ったんだっけ。AM ネットも今 FM で消える。そう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 。聞きますよね。そう。そうだ、両方やってんだ結局。一応か。だから要は使用する周波数も別にインターネットに載せちゃえばそこ使ってないってことでしょ。関係ないんだよね。だからまあブランドとして残ってるんじゃない？なるほど。オールナイトニッポンとかそういうことでしょうね。そういうことだと思うけどね。そうじゃないとあんなにリスナーさすがに使わないです。TBS ジャンクとかそういうことだと思うけどな。オールナイトニッポンか。オールナイトニッポンやってたのはやっぱすごいですね。いやでもやっぱ結構プレッシャーありましたよ。あ、そう。みんなやっぱラジオ好き。聞くからさ。次誰がやったんですかその枠？あのちゃん。ああ。二代目ぺこぱあのちゃん。そんなわけねえだろ。譲ったんですね。譲ったとかじゃないか。何もかも違いすぎるよあのちゃんは。まあ何もかも違いますね。何もかも違うからあのちゃんだし。多分そうだと思うけどね。なるほど。